くりと始まっていくスタイルでお願いします。ちょっとお待ちを、ちょっとお待ちを、お待ちください。これはいい羅列はどこなんだろうね。こうかな。これが一番見やすいんかな。どうなんですかね。これで大丈夫なはず。はい。こんばんは。こんばんは。今日静かでしょ？音楽もないし。静かでしょ？今日。すんごい静かに始まりましたけど。今日は、なんで静かかっていうと、なんて言うんだろう、特に意味はないです。なんでそんなひそひそ、いや、なんか静かだから、なんかひそひそ話しとこうかなと思って。あ、よかったら、こんばんはをください。こんばんはをください。よろしくお願いします。白和骨、アリア和骨、ツトム和骨、ランコこんばんは、チカはこんばんは、ポンコツユキ和骨、ユミ和骨、アオピ和骨、ヨシカワ和骨、リア和骨、スズ和骨、クロハ和骨こんばんは、アリス和骨、ネコ和骨、ほうじ茶和骨、すず和骨、フィル君こんばんは、カタカナマン和骨、レイヤー和骨、ケンちゃん和骨こんばんは、ゆりか和骨、ゆうな和骨です、カタカナマン和骨、まひる和骨、コペパンはこんばんは、かずこ和骨、くうすけ和骨、カフカワコツ、エリワコツこんばんは、ゾロワコツこんばんは、ユメワコツこんばんは。はい、ということでね、始まるんですけどね、早速始めていこうかなということでですね、皆さんね、今日はね、前回クリアできなかった、ステージを今日はクリアしていこうかななんて思うとるんですわ。はい。そうなんですよ、私。あ、なんか埋まってる。なんで？ちょっと待って、なんか埋まってる。ちょっと待って、なんかバグってます、完全に。ちょっと待ってください。なんかいろいろバグってる。なんで？なんかいろいろバグってるんですけど、どうなってんですか？今、どういう状況？今、俺。セリワコツこんばんは。なんかいろいろバグってる。開始早々バグってますね。なんでこんなバグってんだこれ。どうなってんの今これ。あれ、ちょっと待って、なんか地面がバグってんだけど、ちょっと今どういう状況なのこれ。あれ、バグってる。これ再起動かけた方がいいな。完全バグってますねこれ。埋まっちゃってます、下に埋まっちゃってます。なんか地面地形し、こんな近くまでこう丸太の切れをこう見ることになると思わなかった。今日何すんの。今日はこの間の昨日のリベンジ。ちょっと一回待ってもらっていいですか。バグってるんで、もう一回
木目をこう見せる配信になっちゃってるので、ちょっと許してくださいね。で、前回のやつ覚えてますか皆さん。昨日の。昨日の覚えてるみんな、昨日の。昨日俺、配送したんですよ。配送。つまり負けた。昨日もうお手上げ。あ、もう無理っつって。やめました。昨日は途中で。5時間もやって。やめちゃった。そう。洞窟でボッコボコにされて帰ってきた。その配送じゃなくて。配送しました。皆さん残念なことに。私、配送しました。負けた。負けましたよ。やっぱ神には勝てない。俺は一番下の地層、下層でこう、抗ってる人間に過ぎなかったんだよ。レクサスはこつ。家は完成。あ、その、またその、また別なデータ、それは。そう、石弓を作ったけど、あれも結局ダメだった。何の役にも立たなかった。配達員じゃないか。それで考えたわけですよ、俺も。それで俺も考えたわけですよ。だったら、勝てるようにしなきゃいけないと。復活です。勝てるようにするしかないと。我々は、戦いに勝つしかないと。いい案が思い浮かんだんですよ。そうなんですよ。いい案がめちゃくちゃ思い浮かんで。だったら、じゃあこれ一回これ見てほしい。一回。これガードできるんですよ、このゲーム。これ。俺これずっと使ってなくて。これ。このガードっていう機能を使わないから、俺多分負けてたんですよ。今までもうとことん目の前にあるものをぶった切ってたから負けてたけど、今回ガードっていうものがあって、しかも敵のガードを確実になんか、どんな敵でもなんかガードできるみたいで、そういう機能が実はあったっていうことに気づいたんを。気づいたんを。そうなんですよ。あ、なんだ？何切った今俺。まあいいや。とりあえずまあ、これから、ちょっとこの地下千住に、潜りたいと思いますんで。ちょっといいですか？これなら勝てると思う。勝てると思う。多分勝てる。で、一応ね、備えてあるんですよ。これを見てください。おきょうちゃんはこつ。一応備えたんですよ、私。それなりに。一応ですね、これ見てください、これ。これ。この骨のなんかね、ガード、なんかこれをつけると、なんかね、こう、なんか装備できるんですよ、これ。一応これ予備として一応作ったんで、これで多分全然 OK です。そうなんですよ。一応あれから骨を集めて、なんか骨をね、なんかね、その、おま、もうガムテープなくなっちゃったんだけどね。骨を使って、なんか、アーマーを作れるみたいで、それをちょっと調べて、で、ちょっと作ったら、このメーターが上がるようになって、あとは中にいる変な、ヌメヌメしたやついるじゃないですか。山田和骨。そう。ヌメヌメしたやつを、倒せば、またちょっとアーマーが上がるから、もうそれを駆使しながら中に進んでいこうかなっていう感じですね。そうなんですよ。でも、こないだと多分変わんないと思うよ。多分、持ってるものは変わる。一応こう、槍は2つ一応作るようにしてさ。そうなんですよ。ヌメネメ防具と骨の防具うまく駆使しながら、っていう感じですね。これ前回と同じかな？これロープガンを取った後かな？手榴弾とか、あんまりこう使わないようにしといたんで、これ。ヌメヌメ防具なんですよ。そう。で、ウォッカ瓶も一応2本あって、一応火炎瓶3つ作っといたから、もう中に、あった、これ予備がちょっと4本しかないから。ミコはこっちで。で、弓矢もね、とりあえず一応全部フルで作っときました、私。ほら。羽をむしりにむしり取って。防御ぶりしました。もうパワーで振っても無理なら防御に振るしかないっつって。弓も全開に作りました。16本マックスまで作りました。もうこれだけやったら多分全然いけるはず。距離も測れるし、全然いけます。あ、全然いける。さあ、ということで、じゃあ早速リベンジしていこうかな。そうそう、寝ないとあかんな、これ。一回寝ますね。はい。ということで、寝ます。の前に、ちょっと皆さんこれ見てほしい。これ。
昨日なんか誰か言ってたじゃないですか、これめちゃ腐ってるんですよ、これ、この肉。この肉を、おパンダ和骨、この肉を焼けば食えるんじゃないかみたいな、誰か言ってたじゃないですか。肉焼いたら食えんじゃねみたいな。おにゃんここんばんは。二度漬けダメよ。で今腐った肉めっちゃ焼いてるんですよ。一回これちょっと一回見てほしい、これ。いやこれあの普通の肉、そこら中で取ってきた肉。痛いのは嫌なので防御に振りました、全部。そう、生肉は焼いたらいけるっていう話を昨日聞いて、そしたらほら見て、これ腐ってる、ほら。実はこれなんかね、この本当に昨日言った通りでさ本当に焼いたら食えるっていう、昨日なんかねそんなこと言ってた人いたなと思って、本当かよと思ってやったの、そしたら本当に食えるんだよこれ。ちょっとびっくりした。でもリアルはダメだけどね、そんなことやっちゃうよーし。であとは水を飲むだけだから、これで準備万全なはずなの今俺。だからもう洞窟入っても全然 OK で、一応ね水も一応、水筒も一応水入れたし、あと一応このスナック菓子も一応あるからなんとかなるかな。まあこんな感じです、装備は。ゲリピーにはならないと思う、最悪洞窟だから。ということで今から入ります。いや今から入らせていただきます。明かり？ゲージは、ゲージって何のゲージ？あ、あの骨のゲージってこと？何のゲージ？どのゲージだろう？ちょっと言ってくれたら、俺は多分忘れてる時あるから、これこのゲージ？水とかお腹とか。あ、今ね、一応とりあえず、多分大丈夫なはず。多分これでいけるはず。うん。寝るマークは一応今んとこ半分しかないけど、上のゲージと水のゲージと飯のゲージはマックスだから、多分これでいけるはず。ということで、今から冒険しに行きましょう。いいですか皆さん、準備は。いいですか準備は。行きますよ。今日こそ進展がありますように。さあ、もう防御も全部振ったし、飯も支度もした。揃えるものは全部揃えた。で、これ昨日行った場所覚えてる？みんなここ。これ。ここ。ここさ、下に行っても何もなかったって言うじゃないですか、これ。ここ。何もなかったじゃないですか、ここって。なんか酸素ボンベしかないみたいな。これ。酸素タンクしかないみたいな感じじゃないですか。実はこれ、俺ちょっと見逃しててさ、これ見て。これ。そう、ジップラインがあるんですよ、これ。だから、今からそのジップライン乗って向こうに行きます。これね、忘れててさ、これ。これ。行きますよ。さあ、ということで着きました。じゃあ行きましょうか。早速冒険に。おしえしてるわ、こっちですね。さあ、冒険に行きましょう。ここも敵がね、めちゃくちゃ多分強い、なんか顔が、真ん中に裂けてる口のやつと、あとなんか双子、双子のやつがいるから、あとちっちゃいのもいるからね、あれと普通のノーマルのやつかな。一応それもとりあえず、そう、松明でジップ一応乗れる。一応多分これね、回収できるものはちょっと回収していきたいのよ。あれ名前なんて言うんだろうな、スパイダっていうのかな、あいつ、ダブルヘッドジョーズみたいなやつ、あと真ん中になんか口が裂けてるやつ、ダメな時はもう強制帰還して帰る。うん、おはるくんはこちら、ダブルヘッドレインさんじゃなくて、俺2つ買わないから、まあ、ダブルヘッドジョーンズみたいなやつがいるのと、あと真ん中の口裂けのやつ、名前何にしよう、あいつなんか似てるやついたっけ。ここも入んのも嫌なんだよな。口横にパクパクしてるやつ。赤ちゃんはとりあえずなんとかなるんだよ。
何匹いんの？いや、わかんねえ。俺も未知数なんだよね、正直。です、これ、一応回収できるもの一応回収しておかないと。で、この松明もどこまで持つかわかんねえもんね。一応さっき紙持ったけど、あれ？これ行き止まりか？あれ？これ全部ここで行き止まり？あれ？もしかしてこれ行き止まりか？お、ルキと思い出したい。これラッキーって方？横にざっ、そう、縦にざっくりなんか。これ行き止まりじゃないの？多分向こうかな？向こうに行けばいいのかな？こっちに、こっちから来たんだよね。え、違う？どこで行くの？こっちから行けばいいの？これ違う、行き止まりだ。あれ？これもしかしてこれで全部？ミルクもワコツいらっしゃい。もしかしてこれこのステージだけ？なんもないの？これもしかして俺期待だけ膨らましといて、もしかして場所間違えた？水の中？水の中？でも酸素ボンベ持ってなくね俺。道あった今。嘘。どこにあった道？道がどっかにある。どこ？どこに道ある？こっち？ないよ。こっち？もしかしてこう泳ぐの？マジで言ってる？コンビカはこつ。酸素ボンベってちなみにどこにあんの？これ酸素ボンベここで手に入んないの？口が縦に裂けたやつの名前は海外では指って呼ばれてるらしい。あれ指なの？ジャックはこつ、酸素ボンベ取りに行くか。多分これ俺潜らないといけないやつかもしんないわ、下手すると。一回潜るかもしん、ちょっと待って、一回酸素ボンベ取りに行こう。酸素ボンベ取りに行こう。ちょっと待って、一回これどうやって戻るのこれ。あれ、あれ、あ、いけた。あ、その指ってやつ足が弱点なの？すんだ。いや、いけたいけた。じゃ酸素ボンベ取りに行ってくる。場所ちょっと調べないとな。この奥になんかどうやらそのストーリーに手がかりになるやつがあるみたいなんだけど、一回ちょっと酸素ボンベ取ってくる。ちょっと待ってくれる？そしたら、場所がね、酸素ボンベの場所がですね、これマップがちょっと、酸素ボンベ、真ん中？真ん中？どこ？どこら辺？知ってる？雪山の真ん中か？海岸の方？手がかりがあるみたい。ちょっと待って。オリサはこつ、酸素ボンベだけ欲しい。ん？雪山？雪山じゃ、あ、雪山行ってねえんだよな。酸素ボンベってどこにあんだ？酸素ボンベの、あ、リブリーザーってやつが酸素ボンベのこと言ってんの？もしかして。高則こんばんは。やりたくて今日やってる。相方はまだ生きてる。リブリーザーを探せばいいのか。先に。リブリーザーの場所行くか。リブリーザーの場所が、リブリーザーっていう場所が、これやっぱ一番最初俺が辿ってったさ、GPS の場所辿ってった方が一番正解だったらしいね。なんかチャカとか取れる場所とか。あった！リブリーザーの場所ある。こっからね、ここから、近い。こっから近い。
ここじゃない？ここ多分この下のこの俺が今向かってる方向のここ今丸くポンポン光ってる場所じゃなくの隣にあるこの白い洞窟、ここがそのリブリーザーって言われる、さっき俺がここに入るための酸素ボンベみたいなのがあるらしいんだって。それを取らなきゃいけないらしい。それを取ってようやくストーリーが進むらしい。ということで今すごい勢いで川渡ってるけど、はいはいはい、この先まっすぐチョコボはこつ、この先まっすぐ、どけどけどけ、オッケー行こうよしよしよし、行こう行こう行こう。でこの先まっすぐ行くと洞窟があるからそれのとこ行きましょう通りすがりの盗っ人ここの先に洞窟があるからそこに行くらしい。缶切りがね俺まだ分かんないんだよね。行きがけのとりあえず奪えるものは奪わないと。俺あのガムテープが欲しかったからさ、速やかに取れるものを取っていくスタイルでいきましょう。よし行きましょう。今日多分結構進むと思うよ今日おそらく。俺今日ガードっていうものを覚えたからね、そのガードを駆使して戦うわ。この先まっすぐ、オッケー行こう、行きましょう行きましょう。なんなら俺ボディボディアーマーもつけてるから、俺今日の俺は一味も二味も違うぞ。この先まっすぐ近い、この先近い、いやいやいける、今日はいける、今日はいけるはず、近い、もう少しで着く、チューチュー、もう少しで着くぞ、この先この先、お前見ワクワクいらっしゃい、お前ら肉どもはどけ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 、もう少しで着く、こっちまっすぐまっすぐまっすぐ、こっちまっすぐ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 、こっちこの辺この近い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 、この辺だよし、ここっすね、ここです、多分この下、多分これ。あれでもここってさ、俺入んなかった？あれ？ここって俺入んなかった？あれ？場所間違えた？多分違うのは秘密。いや俺も思った。俺ここ入ったよな。あれ？ここじゃない？あれ？ちょっと待てよ。俺も場所間違えたな、これ。下手すると。やったか？海岸の近く？間違えたっぽい。このまっすぐのま、あれか？こっちの方面のまっすぐか？こっちか？このまっすぐ？急にくるくるしだした？ちょっと待ってくれる？こっち？この方向？またくるくるしてんの？なんで最近 YouTube って重くなってんの？こんなに。謎いよね。さっきくるくるしてた？なんだろうね、よくわかん、最近 YouTube めっちゃくるくるすんのこれ。入り直した？今見えてる？治った？いや攻略大丈夫大丈夫、全然行く全然行く。俺が重いのか、それとも YouTube が多いの。いやでもね、サンキューさんも言ってた、なんか最近 YouTube がくるくるしてるって。そうだからまあこれ、このゲームがさ、ストーリー性があって、そのモードなんだろう、ムービーとかやってる途中じゃなくてよかったよ。もうほとんど移動しかしてないからさ俺ね。配信者が多いから。そうなの？ YouTube、 いや多分 YouTube 自体が重いんだよ最近。ずっとこういう
調子が続いてるんだよ。そう、俺ニューロ回線だよ。ほぼ散歩しかしてないんだけどね、配信的には。まあ俺全然いいんだけどさ、俺は、うん、まあほとんど迷子なんだけどね。特に何も変わらずの森なんだけどね。変わらずの森というか、見た目ほとんどが森なんですけどね。このゲーム、このゲーム配信めっちゃ増えてるね。ショート動画も出すんでね、皆さんね。ちょっと面白いとこちょっと先取りじゃなくて、あのうまいとこちょろちょろと。ニューロはニュルニュルニューロ。前ほどはでもさ、そんなにニューロもなんだろう、重くなったりとかっていうのもなくなったから、だいぶ違くなったかな。ニューロ契約者増えすぎて重くなってんの。いや、それは関係ないんじゃない。先取りじゃなくて、いいとこだけ取りました。いいとこだけ思い出す、そうさ空と海の声を、あらあんだらあらら、ルル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 ル、色っぽい色っぽい、アンパンマンは俺さ、ウルルルルルル。なんだっけその曲、アンパンマンの歌です。ミキはこっち。歌集出す、アルバム出すよ、うん、全米が泣いたところどころ。いや俺もね、うる覚えなんだよ僕は。アンパンマン新しい顔だよ。でってるるる、アルバム訳する、本当出すよ、ベストアルバム、うん、ベストアルバム集出します。どんな歌、アンパンマンは俺さっていう歌 とバイキンマンが正義ジャスティスっていう歌と、食パンマンはエリンギと、バタコは俺の嫁と、あとチーズなのにチーズ臭いっていうやつと、あとなんだろう、アンパンマン号はなんかリッター500 廃屋で動くアンパンマンを子供が一緒に歌ってた。ただ無理ただは無理。俺はすごいぞバイキンマン、はははははは、ヒフヘホー、ドゥルトゥードゥルトゥードゥルトゥドゥルトゥー、あ、俺は強いぞバイキンマンなんかバイキンマンの歌って確かそんな、うるせえなおいバイキンマンの歌って確かそんな歌だよね。うん、俺はだって俺にほとんどに収入が入るから。カバオくんじゃねえよこんなアンパンマンは嫌だ。バイキンマン助けてよ、アンパンマンが、アンパンマンがいじめてくれよ。天丼マン、天丼マンって確かティンティンドンドンティンドンドンじゃなかった。なんやかんやで着きました皆さん。もうほんと遠くまでご足労ありがとうございます。なんやかんやで着きました。なんやかんやで、なんやかんやで着きましたよ皆さん、うん、その声の声優さんいたやん。そう、なんやかんやで着きました。お待たせしました皆さん、ちょっと長い道のりでしたがもう終わります。よいしょ。この海岸で缶切りがある、なるほど。移動シーンはよく見ますよね。みんなよく、親の顔よりよく見たシーンですよ。移動のシーンなんてこれ。この辺でやんす。間をつなぐのも大変だね。ほんとやれ。猫缶開けれる？俺ちなみに猫缶持ってたかな？アベパンマンってない？どういうこと？で、あります。アンパンマンは、常に、子供たちのヒーローであることを、確定いたしましたね。あります。ぜひ我が国ではアンパンマンを支持する声がたくさんあることをネオであります。こっち
俺海岸に来ちゃったんだけどいいの俺海岸に。海岸。おなぎはこつ。アベノマスクのパン。それマスクのパンやん普通に。これ海岸に来ちゃったけど大丈夫海岸に。いいのこれ海岸に来ちゃって。こっち？めちゃくちゃ広いとこ来たなこれ海岸に。こっち？海岸？その海岸じゃなくて海岸。いやその海岸じゃないんだけどな。その海岸じゃなくてイントネーションバグってんな。海岸の海岸の岩場。その海岸じゃないんだけど海岸の岩場。そう、その海岸じゃなくて海岸。ちょ笑わせんのやめようぜ。これから戦いに備えるっていうのにさ、ここだ海岸。その海岸じゃなくて岩場の海岸。うん。その海岸じゃないんだよな俺のイントネーションおかしい。いやいや普通だから。その海岸じゃない。その海岸じゃないよ。海岸の来た。ここだ。初めて来たここ。この海岸初めて来たこの海岸に。一回ここで一回キャンプ立てるわ。一回ここでキャンプ立てる。よし一回キャンプ立てよ。ここで海岸で。この洞窟の先の岩割りも缶切りがある。この海このその海岸じゃないんだけどね。よし一回この海岸で一回テント立てて。アンパンマンが海岸じゃなくて一回ここでセーブして、で、ここで一回ちょっと、あれ何やってんのこれバカか。何やってんの。こう初めての海岸。一応お弁当も一応用意しといたんで一応一個食べていきましょうか。早速お読みはこっちいらっしゃい。これのこのこれで一回お肉を一回ポイして、ピクニック。今から戦場に行くんで。戦場にそんな甘っちょること言ってんじゃないの。これからね俺が生きるか死ぬかの瀬戸際に立つっていうのによ、そんな甘っちょること言ってんじゃないよ。戦いに備えるんでしょ今から。この洞窟の奥に入るんだよ。なんか魚ひっついてる。戦場、その戦場じゃなくて、その戦場じゃないんだよ。戦場に行くんだよ戦場に。曖昧な夢を。オッケー焼けた。よっしゃ焼けたんでこれでお肉食べれますね。セーブもしたし行きますか。今日も戦場、その戦場じゃなくて戦場を海岸で。あほらやっぱそうだ。よし行くぞ。戦場のピアノ、その戦場じゃない。行くぞ、うん、しゃあ行くぞ。入る前に缶切り。どの辺に缶切りある。これそう腹が減ってはいい草ができないって言うでしょ。海岸して戦場なんで海岸して戦場じゃなくて海岸で戦場し、戦場に向かうんでしょ。7はこっち。セーブした。待ってどこにあんのその爪切りは。洞窟を背中にまっすぐ、そのいい草じゃなくて洞窟を背中にまっすぐ。こっちこの辺に缶切りがあるらしい。待ってこの辺に缶切りがあるらしい。缶切り、爪切り爪切りはいらないんで缶切りで。缶切りが欲しい。缶切り、爪切りじゃなくてこのまままっすぐ行くと爪切りがあるらしい。だから缶切りがあるらしい。缶切りがあるらしい。缶切り、爪切りで缶を開けるんじゃなくて缶切りとか。缶切り、どこにある缶切り。これあれ缶切り。戦場のバルキリア、どこ？これ？どこなの？その缶切りは。ネド。ネデア。缶切りを洗浄して海岸。魚しかねえぞここ。どこにあんの缶切り？缶切りは。ケリ姫スイーツ。まったく神様もびっくりだぜ。洗浄の缶切り。どこにもねえぞ。ねえでやんの。まさかガセネタ捕まされたかこれ。もっかして。あなんかいろいろある。なんかいろいろ凝ってる。
あ、なんかすげえいろいろ凝ってる。あ、あったあった、これだ、コリだ、いっぱいあった、いっぱいあった、コリだ。これで猫缶開けれるで、みんな猫缶が開けれるで。猫の缶詰、キャットフード、キャットフード、猫の缶詰とこれとキャットフード、これ、なんかリアルすぎるな美味しそう、できました、美味しそう。これ腐るかな、歯で開け開けただけだなこれ 中から出しただけ。猫缶詰を食べるんでしょあんた、うん、食べるんでしょあんた、べちょっつ。よっしゃ行くぞみんな、缶詰取ったし。味ないのこれ、そう、味ないの、スパムみたいなね、なんかスポーンで出てきたんだでも猫の缶詰ってまあまあ美味しいらしいよ、どうやら。中身バッグで装着すんの、これ装着できる、これ一応高級品だからね。おいち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 、すいません、どこにやつ、どこにあるの、あれこっちか、あれどこだ、あれどこだ、どうだったっけ、あれ、あれどの辺にあるの、ねえな肉の下、肉の下、あ、これかこれか、ありましたありました。よっしゃ行くぞみんな、もうそろそろ俺たち、もう我慢の限界だ、俺はもう早く戦いたくてしょうがねえ、行くぞ。さあ、ということで入ります。さあ始めようか、俺たちの試合を、戦いをよ、行くぞ。さあ戦場に行くぞ、戦場にもう戦争しに来てるようなもんでしょこれ。キャットフードはね一応予備として食べるわ。問題はここの中で一体何、どこにその、本当にここにあるの、本当にここにあるの、不安になってきた。新聞の切り抜き、本当にここにあるの、ガスボンベあった、ガスボンベ、本当にここにあるパソコンがあるぐらいだよ。こっち？こっちか。奥が見えねえんだよな、これな。奥が見えねえんだよ。これもしかして俺、懐中電灯の方がいいんだよ。これバサバサ言っとるけど。さっきの回線の話？清掃業者の血が騒ぐ。いやだな、これ。絶対あいついるやん。怖いよ。絶対いるやん、これ。ライト持てないんだっけ、バッテリーが、バッテリー持つかな、バッテリーあるわ、全然全然腐るほど持ってる俺。これ右手いらなくね右手いらなくね、いくぞ。怖えな。一回ちょっと明るさ変えていい？多分みんな見えねえと思うから明るさ変えるわ。ちょっと待ってね。みんなは見やすいけど俺は変わんないっていうね。オッケー。やっぱライトの方が見やすいね。ライトの方が見やすいけど怖え。オレイムワコツ怖え。ライトの方が遠く見えるからいいけど、あの、松明がすげえ見にくいのよ。
突然のホラーゲーム。やめてほしい。こっちまっすぐか。あれかな？あれ浮き輪あるよ、浮き輪。一応これホラーゲームなんだけどね。そうなんですよ、一応ホラーゲームです。この間行ったとことはまだ別なところだね、これ。これ多分いるでしょ。ほら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 、いた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 、いたわ。いるわ、いるいる、全然いる、全然いる。前はこっち、全然いるわ。ほらほらほら、いる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 、全然いる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 。いや、ちょっとこれ人数がちょっと、うわ、出た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 。ゲロ、ゲロ吐いてるわ。どっから行こうかな、こいつから行くか。弓で一発、そうだ、指持ってるから一回弓で。待って、近い近い近い、まあ、いるいる、近くにいる、やばいやばいやばい。狙えるか。おお、見えない見えない。見えない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 。見えないね、これ。発煙筒叩かないと見えない、これ。あ、いる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 わ、いる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 わ、いるいる、います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 。立ってる立ってる、あそこに立ってる。一応、あー、聞いてる聞いてる聞いてる。なんか増えた、増えてる増えてる増えてる。いや、なんでこんな増えてんの。聞いてんのかこれ。聞いてんのかな。や、矢が足んなくなってきた。なんか一応弓聞いてんのかなこれ。あんま聞いてる要素ないね。でもね、昨日学んだからね、こう弓の使い方。くそ、オーバーウォッチで一応あの、あ、ダメだ。あー、もうなくなった。やっぱ槍の方、これでガードしながら行くか。接近性で弓回収しないとこれ。あ、一応死んではいるみたい、ここに、ほら。お、おっ、来い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 。うわー、怖い。あ、一匹倒した一匹倒した一匹倒した。待って、見えない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 。見えない見えない。はい。やべ、アーマーが、アーマーが。アーマーがもったいねえ、半分減ってる。今弓取ってる、今弓取る弓取る。待って、もう一人いるんだよね。もう一人いるんだよ、ほら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 。こいつルーチをしてる。
これあのアーマー不気味なアーマーを拾えるから2匹いる。一瞬もとりあえず回収した弓回収した。オッケー、行こう。オッケー、ナイス、オッケー、ナイス。まだいる。いいね。これはナイス。これはナイス。危ない。ナイス。で、もう一人いるんだよ。見えない。7はこっちいらっしゃい。怖いね、これ。どこ行った、もう一人。いた。オッケー、よっしゃー、オッケー。7はこっちいらっしゃい。あ、さっき言ったわ。ハゲ取ってる。オッケー、ハゲ取った。よし。おー、よかったー。なんとか倒した。ちなみに弓何本残ったの？あ、12本。当たればいけるんだけどね。12本。接近戦の方がいいわ、俺やっぱりね、その遠くの、いや、多分弓があんまり壁に刺さってる、これもしかして俺。壁に刺さってる。アーマーたくさん取れる。いや、ダメだ、なくなってる、これ消えてるんじゃないかな。あいつらだけでやってほしい。一応アーマー弓回収できない。俺の弓のイントネーションがおかしいって。いや、普通でしょ。俺何おかしい、みんな。弓アーマーつけとく。弓尺弓子全然違うじゃん。 OK 弓。いや、その弓じゃなくて愛人か、女の子の名前の弓だって。正しい、じゃあ弓のイントネーションは何ですか？釈由美子。由美。何曜日の女ってどういうこと？由美で、由美。誰よ？由美。呼ばれてるみたいでドキッとする。由美。ユーミン。由美。日替わり由美ってどういうこと？由美。弓の弓を強く。弓足立弓、足立弓。弓や。弓かも。弓や。同情するなら弓をくれ。弓や。眠たそう。眠くはないんだけどね。警戒してる。あ、警戒してるだけです。弓や。うわ、弓や。うわ、ま、うわ、よっしゃ。 OK、 いない。よし。フミヤみたいな。フミヤ。ゲーム内か。ユミヤ。ユミヤ。待って、めっちゃ防御上がってる。ハイタイリンさん、ワコツ、チビカエラ、ワコツいらっしゃい。ユミヤ。あっ！壁と一体化してたか全然わかんなかった。やっぱガードできんな、やっぱ強いね、このゲーム。よし、仲間呼んだんかな。
やっぱガードできてるから全然やっぱこの間よりもね全然できてるよ。ちょっと待って、あの睡眠を欲しているこの子、睡眠を欲してる。ちょっと一回ここで寝るわ。一回ここで寝る。あれ寝れない、あれ寝れない、怖いよこれ。待って、ここ寝れないかもしんない、もしかしたら寝れないんじゃないこれ多分。だってこれ、あ、置けるか、あ、置けるわ。場所が悪かったんかな。寝れるかも、寝れるかも。睡眠一応寝、いけました。オッケー、じゃあこれ一旦セーブしてで寝る。こんなところで寝たくない、しょうがない。もう生きるためにはこうするしかないんですよ。さあということで、これで一回肉を食べて、これ大丈夫な肉これ。オッケーで水も飲んで、よかった水持ってきてこれね。オッケー、いいね。もう一杯飲んどこう。んー、まずい、もう一杯。よし、こんなもんでいいですかね、こんなもんでいいですか、よろしいですか、これでこれでいきますか。じゃあ準備は万全です、準備は万全ですよ。間違えた、物もなくていいから。あー水が足んな、あーもったいな。セーブした、万全、万全、万全です。もったいない、連打しちゃった。まあいいや、その前に出ちゃおうぜ。ここ水汲める場所があればいいんだけどね。まあエナドリンクあるしいいでしょ。こっから来たんだっけ、これ、あれ、おい、どうやって来たんだっけ、こっちから来たんだっけ、あれ、こっちから来たんだっけ。はい、わかんなくなった、はい、わかんなくなった。下ってたんだっけ、登ってたんだっけ。はい、迷子とか組みたいね、どっか下ってんだか上がってんだか分かんなかった、これ。はい、迷子。はい、どこだか分かんなくなった。はい、もう、こっから来た？嘘？本当に？本当か？本日の迷子タイムです。本当になんか俺もこっから来た気がするような、しないような。あっち？上がってんの？下がってんの？本当にこっちで合ってる？これなんか見たことある光景じゃね？なんか見たことある光景してね。これ明らかに戻ってるよな、俺な。全然逆走してますよ。あ、なんかアイテム浮いてる。救命胴衣落っこってるよ、救命胴衣。水汲めないね、ここ。水汲めない。水飲めるかなと思ったんだけど、すごい乙姫が。水汲めない。これ進んでんのか、一応。乙姫が、すごい乙姫が。トイレ行きたくなっちゃうでしょ、これ。救命胴衣とか着たいよね、着せたいのにね。おやすみ、あー、おやすみ、もう寝る時間か、早いな。あ、待って、バッテリーなくなってる。バッテリーの残高がない、バッテリーつけなきゃ。オッケー。 ASMR だよ、なんか印つけたいよね。だって今どこ歩いてんのかわかんないでしょ。だってこれこっちで合ってんのか、あ、なんか下に下る道あるよ、これ。あ、合ってるっぽいな、これ。合ってるっぽい。初めて行くもんだって、ここ。ほら。あ、ぼーっ、うわ、サメがいる！うわ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 、最悪。こんなとこにサメいんのか？みんな食べる？焼くよ、食べるんだったら。おい、マジかよ、そこら中にあんぞ。そこら中にあんぞ、これ。
これもしかしてサメがいるところに行くのかな、あの救命ボートのところまで。ちょっとマジで行ってる。餌やで、これ餌。エナジードリンク買ってる。あれ弓でやれんかな。ちょっと待って、前食べてないよ俺ちなみに。これ当たるかな。いやこれ当たるかな、ちょっと難しいところだなこれ。サメに食わせよう。あ、それはいいわ。これ見えないんだよね、見えないから。なんかいい方法ないかな、こいつが見やすくする方法。これいけない、これ。あんま変わんねえ。あーバカ、それ捨てちゃダメ。あ、危ねえ。このままだ、槍投げたんだけど、槍投げちゃうと戻ってこない、来ないからさ。うわー、ちょっとそんなに深いのこれ。これじゃちょっと刺せんな。落ちる落ちる、ダメだこれ。うわー、なくなった、最悪。これもう見えるかこれ。クルー影取ったら、当たってないでしょこれ。この中潜るしかない。やばい、どうしよう。なんかいい方法ないかな。ライト照らしてるところまで来てくれんの待つ。チャカル、リブリーザーない。あ、リブリーザーだって取りたいんだけど、だってサメがいるから食われるでしょ、だってこれ。あ、待って、なんか多分救命動員、救命ボートのとこにあるんじゃないのあれ。ウォッカで燃やせないでしょ。あ、これ?あ、リブリーザー取った。取った取った取った、取りました取りました。取った取った取った。じゃああれ、あそこにあるのは違うの、あれ。あれなんなのあれ。あそこにあるのなんなのあれ。あ、ニャンマーワーコツ。あれ、行かなくていいのかな。あれ、あそこにあんの。あれ、なんだろう。今日やってた。見せかけ。マジで言ってる?まさかの見せかけ?あ、ちょっと待って、これ食えんな。ちょっとチャカル、ちょっとチャカル試してみる。泳いでみるか。ちょっと待って、どこに行ったあいつ、どこ行った。あ、いた。ハレルヤだぜ、ハレルヤ。オッケー。なんかある?え?なんかある?なに?わっ、おみさわこついらっしゃい。おい、なんもねえぞお前、これ最悪じゃん。弾一発無駄にしたじゃんこれ。ただのゴムボートだったこれ、最悪。おみわこつ、なんもねえの。おい、弾一発無駄にしたわ、最悪だよ、最悪。弾一発無駄にしたわ。潜って道ない。潜れるこれ。潜れんの。あ、すごい、潜れる。めっちゃ怖えこれ。うわうわうわ、海の中が一番怖い。潜れるみたい。それは怖い。これガスボンベある。やっぱリアルすぎて怖え。あ、ここか。酸素持ってる持ってる。一応酸素ボンベも持ってる。いやー、これは深海恐怖症の人やばいね。これどうなればいいの、このメーターは。
これ一番左側に行ったらこれもしかして酸素ゼロになるのこれ。あ、そう、前回の洞窟潜れるところがあって、これうまく使えばいける。これどこまで続いてんのこれ。いや、結構泳いでる。まあまあ結構泳ぐな。あ、着いた？どこだこれ。ここどこだよ。ここどこ。海に出た。どこだこれ。どこだこれ。外出た、外出た。え、どこだこれ。どこにいんの今これ。眩しくてどこだか分からない。ちょっと一回陸に上がろう。これどこだこれ。知らないとこ来た。あ、この子の、この子の名前皆さん知ってる？この子の名前。この子ね、ケビンっていう名前らしい。ケビンくん。ケルビンくんかな？ケビンくんだか分かんないけど、名前がいる。有能くんって呼んでるけど、俺らは。なんか名前が一応あるみたい。あ、セーブしたいね。確かに。ケルビンだか、ケビン、ケルビンか。ケルビンっていう名前らしい。なんでみんな知ってんの？なんでみんな知ってんの？なんで俺より、なんで俺よりみんなが詳しいの？詳しいの？ケルビンくんだよ。だからなんで知ってんのみんな。おかしいでしょ。せっかくみんなが知らないもんだと思って俺教えたのにさ、俺教え損じゃん。みんな、なんでみんな詳しいの？ケルビン知らなかった。俺昨日知ったもん、名前。あ、さてはお前ら、まさかお前他の配信者のやつ見てたな、このゲームが好きすぎて。そういうことか。さては他の実況者を見てたな。この俺を差し置いて、俺が一生懸命頑張ってやってんのに。女の子はバージニアって名前なの。知らねえ。そうなの。バージニアも知らないよ。パパは牛乳屋しか知らない。検索したの。水筒、そうだ、水汲まなきゃ。そうだった、俺もう水飲めねえんだこれ。水飲まなきゃ。この辺のこれ海水いけない？無理？さすがに海水は無理か。操作方法わかんなすぎて困った時に。あ、なるほどね。あ、一応ケルビンは知らんかった。あれもう入ってねえや。もう入ってない。水がない。水がないでやんすよ。そういえば仲良くなる可愛い子ちゃん GPS つけてストーカー仕事企んでたみたいと。そういえば GPS つけれたんだよな。そういえばな。お、これで回復しました。なんとか。可愛い子、川、どっかに川あんべ。これでさっき俺が行ったところに行けるんじゃないか。例の場所、俺がさっき一番最初にそのキャンプ場を作った場所。通路に詰まってる異変体の名前、スラギって名前なの。なんかウルトラマンのバルタン星人みたいなやつ。ウルトラマンシリーズになんかあいつ似たやついなかったっけ。なんか頭が縦でさ、顔、口が真ん中に裂けてる、なんか黄色と赤のなんかちょっと気持ち悪い色のやつな。ウルトラマンシリーズ似たよあれ。変異体、変態の足元。いたよね、なんか似たようなやつ。くねくねしてんの。名前忘れちゃったけど。これ川なんだけど一応。ピグモン？ゼットン？いや、ゼットンは違う。ピグモンも違う。なんかいたよね、なんか、ウルトラマンシリーズになんか赤くて、黄色くて、名前なんつんだっけ、あれ。これ、川じゃないのか、これ。あった。変異体です。よっしゃ、水汲んだ。オッケーオッケー、これでオッケー。水汲んだぞ。よっしゃー、さてと、じゃあ早速進もうぜ。キングジョーって名前だっけ、あいつ。そんな名前だった？行くぞ。場所どこだ、場所。
場所、場所が確か戻る場所だから一回向こうに戻ればいいのか。星がつく星人だったっけ。水確保しました。さあその前にちょっと餌を取りたいな。そこに行く前に俺の家なくなってそうだな。あれなんか破壊されてそう。メトロン星人だ。そうメトロン星人って名前だよ。みんな知ってる？メトロン星人メトロン星人っていうのはこいつっす。こいつです。メトロン星人。メタトロン違う、そうメガドロンみたいな名前のやつじゃない。メトロン星人はこいつっすよ。こいつ、こいつっす。メトロン星人こいつです。なんかちょっと見たことあるなと思ったんだよ。でも形が似てるんだよメトロン星人に。知らない？まあなんか俺もねそんなにウルトラマンは詳しくないんだけど、なんかちょっと似てる部分あるなと思ってさ。バルタン星人の変異体はわかんないけど、多分それっぽい。サナギ？どうなんだろう。俺もこれはわかんないけど、なんか見覚えあるなと思って。チャブライひっくり返すやつなんか見たことあるでしょ。バルタン星人の親戚かなんかの。おキサラギ和骨。いや俺も詳しくはわかんないけど、仲間になるやつそう、なんか見たことあるなあの形はと思ってた。ずっとウルトラ怪獣モンファレ見たことある。俺もウルトラ怪獣あんま詳しくないけど、でもあいつはなんか見たことあるなと思ったの。え、ジェネギャなのこれ。え、俺でもまあまあ知ってる方だぞみんな。え、みんなモゲラって知ってる？モゲラ、モグラの形をした。みんなメカゴジラって知ってんじゃん。まあ、ゴジラのまあ機械バージョンかなみたいな。それのモグラバージョンがあったんだよ。知ってる？ほら知ってる人いるでしょ。モゲラ最近見た。モゲラ、ジャミラじゃない、ジャミラ知らないモスラ。あーなるほどね。あのモゲラっていうのがいて、モゲラっていうのはこいつ、モグラのなんか機械の花モゲラじゃないよ。知ってる？モゲラっていうのはこいつっす。モゲラ、こいつっす。モゲラです。知ってる？でも最初これはあくまでも新しい方のモゲラであって、古い方のモゲラだとこいつが新しくなってこいつになった。モゲラ、ゴジラしか知らない。ちょいちょい解説がいやみんなどうかなと思って、何のこれまあまあまあこういうやつがいるんだなっていうのをちょっと覚えといていただければなと思います古い方かわいちょう。でも古すぎちゃってどうしようもないっていうことで、あの新しい方にしたんですよね確かね。知らんけどメカのやつ使い物になる。一応政府が、日本の政府が作り上げた、日本だったか忘れちゃったけど、一応作り上げたもんなんですけどね。どうなんですかねその辺はね。そう、あのまるでそのガンタンクみたいななんか形をしたモグラの機械のやつなんですよね、うん、モゲラです。皆さん知らないことがいっぱいあるね、うん、だってその時代、いや俺はねその時代の人ではないけど、でも俺でも知ってたで。なんならモゲラ、まあ、みんなモグラ、モグラがモグラみたいな。とりあえず人がいないんでちょっと荒らしとこう。よっしゃこんなもんでいいかな。よし帰ろう。ガシンガシン動くよ。そろそろ餌が欲しいですね。この辺走ってねえかな餌。あいる、ほら来た。こいつは上等な肉だよこれ。多分相当上等な肉だよこれ。相当上等な肉だよこれ。美味しいぞトラム。もう見の、あもういなくなっちゃったけど。上質な肉が消えた
早いんだよねこれね、追いかけられないから無理なんだよこれ。さっきウサギに浮気した、ウサギがちょっと目の前通ってなんかちょっと反射的にウサギを追いかけちゃったからもう逃がしちゃった。まあそのうちいるべどっかに。さあということでもうそろそろ着きますよ例の場所へ。斧でも一応枯れはするみたいだけどね、なんかね、なんかいかんせん追いつかないんだよね。2頭追うものは1頭追えず、まあ、これかな。はい、あれいた、逃がさんぞ。かわいいとこ取って歩いてる。これがこうでもしないと食えないんです。ウサギ飼うの？いや、わからん。まだ。よいしょ。食うためだ。許せ。お前の命は俺がいただいた。味わわせていただきます。しっかりと。あれ、場所合ってんのこれ？こっちか？ピグレット。あら、ピグレットじゃないか。どうしたんだい？ハチミツが食べたいのかい、ピグレット？ああ、ピグレット。どうしたのかな？ピグレットが風邪をひいたみたいだ。そうだ、この岩を落としてあげる。今目を覚ましてあげるからね、ピグレット。さあ行くよ、動かないでね。上から岩を落とすから。弱肉強食だ。そうだよ。誰？え、クマのプーさん。でもやんわりちょっと似てる、やんわりちょっと似てたでしょ、やんわりと。斧を持ったプーさん。さあそろそろ着くぜみんな、例の場所で。そろそろ着くぞ、いよいよだよみんな。いよいよ酸素ボンベを持った状態だから俺はいつでも潜れんぜ。コンペコどの辺だっけ、この辺だっけ、あれこの辺だ、これここだっけ確か。最高、この辺だった気がするんだよな、あの俺が一番最初戻った場所確か、確かここら辺だった気がするけど。俺ね、ほんとこのゲーム方向音痴の人にはほんとどぎついゲームやで、これほんとにきつすぎる。迷子です。多分ここの洞窟だと思われ、多分ね。もう樹海だよこれ、迷っちゃうよこれ、迷っちゃうなあ。多分ここだと思うけど違う？なんか違う気がする。山ん中わかんないよねこれね、だってなんか磁石みたいな、絶対違うと思う俺これ、なんか違う自信がある。棒を地面に刺して GPS マーキングできんの？ほら絶対違ったもんこれ、最悪。どこだこれ、俺どこにいんの今これ、目印ないなやっぱり。これって多分俺がそのあれじゃない、 3D プリンターの場所じゃないのこれ。レン君このゲーム癒し効果あるから最近寝るとき流してんの。あこの森のあれマークついてんの、あれそうかな、紫のところじゃないの、左の紫、あ、これ？いや多分これ紫って多分あの首吊ってる場所の近くだから多分これではないと思う。多分この辺、この光ってるやつじゃないのこれ。水槽に水入ってるよ、入れた入れた。多分この光ってるとこそうじゃない、このピカピカ光ってるとこ。これマイナスイオン発しちゃってっかんな、このゲーム癒されるよな。でもそろそろだってこのゲームストーリーモードクリアしたら多分もうやることがなくなってやらなくなっちゃうからな。ホコリラックマこんばんは。
本当は、あ、そうだ、明日ね。明日、ちょっと明日の話するわ、みんな。明日の話。明日は、なんか一応その、事務所の中の、あ、そうだ、俺建築があったのか。明日はね、ちょっと待って、ウサギがいる。うさぎおいしかの山ルルルルルルル。あ、そう、何の話してたっけ。あ、そうだ、そう、明日の話だ。んんんんんんん、まあ、今お前の相手をしてる場合ではないのだよ、俺は。あ、そう、明日、あ、やべやべ、どうしちった。ちょっと待って、一回これ壊させて、パクらして、これ一回パクらして、一回これパクらして、すぐ終わるから大丈夫、すぐ終わる。オッケーよし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 、いけ。あ、ボタンミスった。おあいつ来てんぞ、こっち。ふざけるなよ。来てる？オッケー、これ来なくなった。よしよしよし。何の話したっけ？うわ、なんだ今の。ウサギか。ウサギだったわ。うん、そろそろ着くかな。よしよしよし。そうそう、んで明日の話なんだけど、あ、そうだ、ちょっと待って。肉を食おう、肉を。あ、そう、や、肉を食おう。よいしょ。肉を焼きながら話すわ、じゃあ。肉を焼きながら話そう。はい。んで、明日の話ね。明日。解散？いや、解散じゃないよ。明日は、一応このゲームは、ちょっと皆さんしばらくこのゲームやるんだけど、クリアするまでね。明日は、事務所内の人たちが3人来るのかな、俺の配信、うん、だから行儀よくしてね、みんなね、あんまりこう鼻息を荒くしたようなコメントしちゃうと、多分印象が悪くなっちゃうんだ、俺の印象が。俺のリスナーさんの印象、みんなの印象は清楚で美しく清らかでイケメンでかっこよく、クールで最高なリスナーだっていう風に言ってあるんで。うん、っていうぐらいに言っといた。そんな風にみんな俺思ってるか、常に。そうなんですよ。だから変なようなコメントしてしまうと、あれ、レインさんのリスナーさんってそんななんですか、あれっつって。あ、そう、一応ゲストは来る。いつもクールで最高のリスナーせやで、俺はそう思っとるで。だからパンツの色気、あ、いいよ、うん、じゃあ明日潜っとく。あ、なに、それはつまりクールで綺麗な清楚なリスナーではないとそう申されるのですか。潜るしかない。またそんな潜っちゃっても意味ないですよ、そんなの。コメントしてくださいよ。ちなみに誰くんの？あ、ちなみに、確か、ハイネ・ウルマリアくんだったかな。あとは、エルシー・アンバーくん。じゃ、アンバーさん。あとは、フィル・ワース。令和の大怪盗、フィル・ワースくんか。が3人来る。で、うちの枠で絡みがあるのはフィルくんかな？残りのその、ハイネくんと、エルシーちゃんに関してはみんな多分初絡みだと思うよ。何の話？明日の話、うん、フィル君は前絡んだことあるよね、みんなね。やたらツッコミがうまい鋭い子、うん、はい、どうも皆さんこんにちは、令和の大怪盗フィルワースドラスっていうやつかな。で、ハイネウルマリア君は令和の旅商人ハイネウル
ハイネルマリアですよみたいな感じの喋り方だったけど、FC ちゃんなんだっけかな。ハリのおい、場所違うじゃねえか、お前、これ、ここは。フィルタ君は前来てたね。そうだね、フィルタ君ね。フィル君ね。今んとこ金、あ、ダメです。ダメです。金抜きはうち禁止されてるんで。ダメです。名前長くて覚えられない。まだ迷子です。いつ着くの？あ、すいません。すぐだと思うんですよ。フィル君と LC ちゃんとハイネ君、そうそうそう。すぐ着くんですけど、どこだか覚えてないんですよ。自分の家がどこだか。あ、お茶出しといて、みんな明日は。お茶。あと、和菓子もいいな、和菓子。和菓子も必要だよ。和菓子はね、あれがいいかな。四角いブロックの、ちょっとゼリー状の砂糖がちょっとくっついてるやつ。いろんな色のやつね。あれと、あと、栗まんじゅうが欲しいかな。お湯もなるべく集めの方がいいかもしれないわ。おまんじゅう用意しといてくればいいや。おせんべい、おせんべい食べるかな。 LC ちゃん多分おせんべい食べるんじゃない。好きそうな顔してるし。俺のすごい独断と偏見なんだけど、だいぶすごい偏見言ったけど、アンパンマンチョコ出しとけばいいよ。なんとかアンパンマンが一番いいわ。帰宅できません。芋羊羹もいいんじゃない。芋羊羹好きそうな顔してんもん、ハイネ君。全然いける。俺の独断と偏見なんだけどね、これも。ジジ臭い柿の種。あ、柿の種俺が好きなんだけどな。これ、こっちで合ってんのこれ。おもこはこつ。だいぶ迷子です、今。LC ちゃんは洋菓子っぽい。ほんと？便所の外人はこつ。じゃあ俺何菓子っぽいのじゃ。四角いのって、琥珀糖みたいなやつ。なんか、いろんな色がついてるやつ。あれ、ちょっとジョロジョロした美味しいやつ。シロルチョコ？シロルチョコで喜ぶ男いるか？女も。よく喋るときは迷子なの。多分、ここ。芋けんぴ。芋けんぴ食わねえだろ。客に芋けんぴ出すんか？ご縁チョコ。いやいや、俺は、ゴディバ。俺はゴディバだよ。だからみんな明日はゴディバ用意しといてね。俺だけ。あれ、ここどこだ。これなんかすごい、いろんなとこ行ってるから、なんか道に迷ってる割にはなんかいろんなとこ行ってる。アイテム取れるからいいっちゃいいんだけどさ、なんかさっきから迷いながらもアイテム回収してる。迷子です、僕今すんごく迷子。なんか回収できねえから、なんかいいのないかな。いいの、明日 YouTube だにゃーん。明日 YouTube だにゃーん。あれ、冬用ジャケット取ったよ。ジャケット、なんかジャケット取った。ジャケット、これ着せられるんじゃないの。思ったけど雪山いけるよね。またこのゲーム、もうこのゲームクリアしたいの。おいどん、おいどん、このゲームほら、フードパーカー。あいつ、あのジェニファーじゃなくて、なんだっけあいつ名前、ジョニーじゃなくて、なんだっけ、カプートマンじゃなくて、なんだっけあいつ、名前なんだっけあいつ、スレッタ・マーキュリーじゃなくて、なんだっけあいつ、ケルビンに着させようぜ。寒そうだし、あいつあったかフードパーカー着さる。よっしゃ、ユーノー君に着させよう、このフードをね。あいつ寒そうだし、行くぞ。カプートマンって誰？ちょっと待って、この辺か。もうこのゲームクリアしたくて、クリアしたくて、ストーリーがね、どうしてもクリアしたくて。これ終わらないと他のゲーム、ホラーゲームできないかね、ちなみに。だからクリアすることを願って。で、洞窟、今行くんでしょうよ、洞窟に向かってんでしょうよ、もう、ずっとさっきから。今行ってるでしょうよ、あんた。もうほんとせかすんだから、ほんとにせか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 と今向かってるでしょうよ。禁断少々です、禁断の惑星が今洞窟に向かって、変わり身の術と今洞窟向かってるでしょうよ、あんた。これ
キノコ食わせるよ、その辺のキノコ。今多分ここで合ってるんじゃないかなって俺思ってる。どうかな、多分合ってると思う。多分 ここで合ってるんじゃないかなと思ってる。どうかな、合ってる場所。うん、多分ここで合ってるんじゃないかなと思ってる。どうですかね。向かってるけどなかなかたどり着かない。まあそうせかすなって。ほらよく言うじゃん、なせばなる、何事もって。多分ここで合ってるんじゃないかな。そこ？ほら俺の言った通りだべや。なよ、今超すごい下り坂下ってってるわ今俺。なんなら近いぞ近いぞ、もう少しで着くぞ。多分俺リアルでも迷子になる男だからな。なせばなるです、なすばなるじゃなくて。よっしゃ近いぞ、多分この辺。近い、近くなってきた、近くなってきた。いいぞいいぞ。やっぱ一気にスタミナなくなっちゃった。多分ここだと思う。なんか見たことあるもん。木倒していく？俺もたくさん木切ってるからいらないや。しかし道は、どうだ？俺の作った家ある？ここどこ？あれ？俺のあの、さっき一番最初にリスタート地点どこ？本当にここで合ってるのかしら。これ違くね？これ違くね？これって昨日入った洞窟じゃないのこれ。ほら違うじゃん。だんだん11、ちょっと待って、これ違うみたいよ。こっちじゃないんじゃないの完全あれまっすぐの方か、あれ緑の場所。あんたちょっと違うでしょこれ、あんたこれ道が、これここじゃないっすよこれ。もう一回、いやもう入りたくないここ。もうこっち、こっち側か、こっち側のあの緑紫のマークがついてるとこじゃないのこれ。犬のおまわりさん困ってしまって、ワン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 。ナビないの？ナビタイム。ナビがあったら進んでますよ。こうやって遭難者が増えてくる。なんか主人公お腹周り大きくなった。これね、あのあれがついてる、あのガスボンベ。金八先生、3年 B 組。金八先生、はぁ、人という字を手のひらに書いて、口に含みます。そうするとどうやら力が湧いてきますね。加藤君が捕まった時には先生何もできませんでした。そうなんですよ、加藤君が捕まったら先生何もできません。あの子はいい子だったんですよ。そんな生徒を僕がきっちりと教育します。大したこと言ってない多分ここで合ってると思うんだけど、どうなんだろうな。こっちかな、多分こっち。逃走中のナレーター。逃走者は逃げることができれば賞金が獲得できる。半径200メートル先から逃走者が飛んできた、逃げられない。ハンターが転んだ、ハンターが転んですりむいた怪我に赤チンを。あった、ここじゃね、なんかここっぽくない、ここっぽいぞ、どうだ、ここっぽいぞ、どうだ、このこんな感じ、こんな感じだった、こんな感じだった、どう、本当かな、ここっぽくない、こういう崖の上、崖の上のポニョっぽい感じの雰囲気が醸し出してる。あ、なんかそれっぽいな、なんか川もあったし。今度こそ来た、これ今度こそ来た、ついにたどり着いた、その領域に、その領域にたどり着いた、ついに。ポニョポニョ、ソースケ好き。なんか怪しいなこれは、ここもちょっと怪しいぞ。俺こんなとこだったっけ、なんか怪しくね。
その紫のところ、本当に本当にここだった？なんか俺だんだん怪しくなってきたよこれ。本当にここだった？これ絶対違くない？こんなとこじゃなくない？これ 3D プリンターの場所じゃない？あ、ほんとだ！着いた！やっと着きました！皆さんお待たせー、お待たせー、ようやく着いたよ、ここに。いやー、長かったなー、ここに着くのにどれだけかかっただろうか。ほんとびっくりだよねー。よーし、早速眠りについたことだし、今からこの洞窟に入ろうかな。さーて、今から入るよ。ここかな。セーブセーブしよう。よし、やっと来たぜみんな。俺たちの時代がよ、もうこんな携帯なんて関係ないぜ。あ、やべ、雷鳴ってる、やべ、嫌な予感がするぜよし、行くぞ。お勝負、こんにちは。さーて、今週のサザエさんはセーブしたよ、さっき。セーブしてねえわセーブするの忘れちゃった、ごめんなさい。また同じことを繰り返すとこだった。あべ、外出れんな、これ。うわ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 、最悪のホラーゲーム。これ外出たくないな。ここで、ここでセーブしていい？これ中でセーブするわ。ちょ、ダメ、やだ、もう濡れたくないんでここでセーブするわ。やだ、俺ちょっと外出たくないわ。この辺でどうすか。ねんねんころりん、夢を見ながら死ねるって最高だよね。この辺かな。あれ、俺もしかしてミスり散らかしてる、これ。あれ、あった。炭治郎して、炭治郎、禰豆子は俺の妹なの。あー、落っこっちゃった。さあ行くぞ。よいしょ。夢を見ながら死ねるって最高だよね。夢を見ながら死ねるって最高だよね。それ登れねえ登れない。登れま、あ、登れました。あ、布かい、これ。あれ、いけた。あ、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 煉獄さん、ウロコダキさんしてて、ウロコダキ。禰豆子は鬼になっちまったな。炭治郎、お前に言うことがある。禰豆子は鬼になっちまったな。誰禰豆子は鬼になっちまった。ちょっと待って、これ、あ、ライトついてんのか。怖っ。これ大丈夫みんな。ちょ、怖い。ちょ、俺海水浴怖い。いや、苦手なんですよ僕。ちょ、怖いんですけど。これ途中でガスボンベプシュー言わない？大丈夫？怖っ。ボンベ気をつけないといけない。マジでマジでボンベ気をつけんと。とりあえずこれ持って行くぞ。ああ、最悪、早速いる。いて、ちょっと待って、これ水入ったら痛い。これ水入ったら
水入ったら斧もなくなる。これやばい、目どんだけいいんだこいつ。これ水に入ると斧は装備できない。てかこれ首ない、あんのか、やば、危な、やべえ、防御めっちゃ持ってかれた。うじゃってる、めっちゃうじゃってた。これもうこいつのさ、こいつの皮がないと無理だ。これえぐい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 、マジでえぐい。こいつの皮を剥がない、履いてこう装備しないと多分間に合わない。これやばいよね、この先だってさ、多分なんかあんだべや。だってこれ潜っていったってことは多分なんかありそう。ちょっと装備しよう、肉装備。皮は大事やで。これが本当の追いはぎ。 OK、 マックスになった、防御マックス。行きましょう。ガスボンベ多分間に合うかな、これ大丈夫かな。あった、ガスボンベ。ウェットスーツだって、ウェットスーツ。いて、え、うわ、びっくりした。さっきのやつか、これ生きてたよ。ウェットスーツ、また手具合のが来たな。これガスボンボン持てないんじゃね、もうほら。ちょっとガスタンク持てないんで使いましょう。ガスタンクどれ、ちなみにガスタンクどれだ、どこ入ってんのこれ、どこだ、ガスタンクどれ、ガスタンクどこにあるのこれ、こっち、どれだ、あれガスタンクどこにあるのこれ、なくね。ガスタンクないよ、ガスタンク。これリブリーザー来てるな。 あった、どう、ガスタンク使えないのこれ。自動で使うやつこれ、もしかして、もしかしてまだ使わないのかな、まだ使わない、もしかしてガスタンクまだ使わずに使わないのかな、自動で多分装備してくれるのかな、わかんない。なんか使えっていうコマンドを使ってんだけど全然ダメだったから、多分自動で使ってくれるんじゃないかな。やべ、10時か。うわー、滑るー、滑るよ、やべ、滑ってる。やべ、これ戻れないでしょ、多分絶対戻れないわ、戻れません。わば、やばい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 、わば、これサメがいたらどうしたのよあんた。これあっちに行くのか、戻れません、帰れません。これこれだけ滑っちゃうともう戻れないでしょ。これどこ、知らん、ここどこ、あ、待って、いろんなアイテムがある、ある、ありますよ。いろんなアイテムありますよ。カップラーメンあるの、ちょっとこのまま食うわ。オッケー。カップラーメンそのまま食うんだね。俺的にお湯入れて食うのかと思ったら違うの。お湯なしで食うんだ、こいつ。よし、行こう。行くぞ、入るぞ。もうカッ、なんかもうお菓子みたいに食ってて今ね、そのまま食べてた。もう何かあったらみんな俺のことは心配するな、みんな俺のことはいない、死んだもんだと思ってくれ。だから今石を食ってこなかった。今ベビースター焼きそば、俺は死んだと思ってくれ、俺は帰ってこなかったら。ね、めっちゃいるけど。めっちゃいるけど、多分あれ見て、あれ多分相当いるぞ、あれほら
待ち構えてる待ち構えてる。痛い。うわーめっちゃいるこれ。マジか。これグレネード、あぶ、まだここ狭いから一匹ずつやりそうじゃない、これ。これ一匹ずつやりそう。来い、次来い、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 ほら。一匹ずつやる、一匹ずつ。ナイス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 。よーしよ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 し。まだいるのかお前ら。よしよしよし、来い。まだいるのかお前ら。お前ら何人いんねん。ふざけんなよ。どんだけいんねんお前ら。ちょ、まだいる、まだいる。よしよしよし、一対一に持ち込んだ方がいいよこれ。まだあのさっきの邪魔だなこれ。アーマー取り放題ね。じゃ一回取っちゃおう。一回アーマー取るわ。多分これだけ下が固まってるから多分入ってこれないじゃん。多分もう一匹だよな。いいね、これが、この戦略は一番強い。この戦略はマジで強い。ただ俺が出れねえ。これ死体が多すぎちゃって。今ちアーマー入っちゃう。ちょうどいい隙間だもんね。めっちゃ何体ぐらい取った？ 6 体ぐらい取ったよね今の多分これ。6体ぐらい取ってる。結構取ってるよ。もう多分取るとこないよね。あ、まだある、まだある、まだまだ奥の方に、まだ奥の方になんか邪魔だな。まあまあ邪魔だな。死体、あ、そうか、死体持ち上げられんだっけこれ。いや持ち上げらんないわこれ、この死体は。こうしないと無理だ。細切れにしないと通れねえあ、燃やせんのか、燃やせるか。細切れ細切れにしないと。よし行くぞ。多分あそこでまだいるんだよあれ。ほら多分いると思う。動いてる、もうさっきからちょくちょく動いてるから多分いるよ。やべえ、メトロン星人いた。これホラーゲームだよ。待って、メトロン星人の近くにさ、あのうろちょろしてるやついる。ちょっとだるいな。気づかれた？気づかれたな。これなかなかいい安牌じゃね、安牌。あいつ鬱陶しいな。グレネード持ってない。じゃあグレネード使おう。グレネード、これ確か一回使えるよな、余ってるから。スイッ、いったんじゃないこれ。倒した？倒した？倒したっぽくない？倒したっぽい。グレネードいいね。グレネード。あいつ糸入って倒れたよね。ほら。あ、倒したっぽい。やっぱグレネード強いな。まだいる？まだいる？これ。いや、多分まだいるんじゃない？どっかに。なんか取れる？いや多分まだいる、いそうだけど。
これ取るわ一回。まだいそうじゃないこれ。これ水やばいかな、大丈夫かな。水飲んだ方がいいかな。一回水飲まして。火炎瓶とか作ってある。一応いざとなったら火炎瓶も投げるわ。問題はバッテリーが持つかどうかなんだよねこれ。懐中電灯使ってるからバッテリーが。戦闘になる前に一応、あー来た来た来た、いる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 。確か俺火炎瓶作ってたはず。あー装備してない。多分逃げない？あいつ逃げそうだよ。あれ？あ、あ、これライターじゃなきゃダメだったんだ。火つける前に投げちゃった。ちょっと待って、ライター、ライター装備しよう。ライター、火つける前に、そう、火つけなきゃ。ちょっと待って、火つけなきゃ。火つけさせて、あれ火つけないで投げちゃった、間違って。ライターどれ、これか。間違って火つけないでつけ投げちゃった。前もそんなミスやらかしました。うわ、もったいな。これただの瓶投げた。だって奥見えねえ、これ奥が見えない、奥が見えないよ。どこにいるあいつ。見えない見えない、どこにいるんだ。見えない、ちょっと見えない。なんかいる、なんか歩いてる。どこにいる、見えない。見えないよ。発煙筒たかなきゃ意味ないな。発煙筒たこう。いい役、めっちゃいるで、めちゃくちゃいるで。あ、待って、ダブルヘッド、ダブルヘッド、ダブルヘッドジョーンズじゃなくて、あの、ダブルヘッドやつがいる。ダブルヘッドのやつが一番厄介なやつ、一番厄介なやつ。火炎瓶いっちゃ厄介なやつ、いっちゃ厄介なやつ。ツインヘッドレイン、ツインヘッドいいのめんどくせえな。げ、こっち来てる。やばい。うわ、やばい、来た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 。やばい、怖い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 。消えた？行った向こう。お兄ちゃんはこっち。いや体力ありすぎだろこいつ。ゲー、こいつは最悪。2人いる、2匹いるのかよ。ちょっと待って、2匹いる。いや死な死な死な、こいつ死なね。
やばい死ぬ、やばい、グレネードかなんか投げないとあかんくね、これ。こいつこそこっち来た。やばい、早い、こいつ。死んだ。よかった、一匹死んだ。でももう一匹いる。もう一匹いる。ちょっと待って、一回装備させて。アニタンはこっちいらっしゃい。一回装備しよう。おー、しゃ。グレネードいけるかな。まだ余ってるよね。うえ。グレネード強っ。でもあんまここで使いたくないな。でもね、なんかそのなんか後半なんかすごい使えそうじゃない。待って、これまだもう一匹いるくね。この音はほら、なんでお前ら、冗談だろ、冗談でしょ、嘘でしょ、なんで3匹いんのこれ。自爆も怖い、なんでこんなにいんの。やっぱこれ最終ステージじゃない、ここやっぱ取るものアイテムこれで、これしかないから。モテキ痛い。やばい、俺はとんでもねえやつを怒らせちまったみたいだ。待って、こいつ攻撃パターンがあるな。なんか両方2回振ったら、2回振ったらこいつ隙ができるぞ。ほら、よし、こいつ分かったぞ。こいつ攻撃パターンがあるんだ。今気づいた。なんかちょっと隙が出るよね、なんか2回攻撃振ると。そこが狙い目か。何にしてもとりあえず倒した3匹、しんどい。3匹はしんどい。もう出てこないでほしい。背中ガラガラに開いてたもんね、今ね。バッテリーヤバタニエン大丈夫。あの電池はめっちゃパクってきたんで全然いけます。オッケー、電池は全然あるんで。セーブする。確かに攻撃パターン読むのは楽だけど、あのバルタン星人じゃなくて、あいつなんだっけ、メガロドン、メトロン星人のね、攻略が未だに分かんないんだよね、あれね。で、そしてあの向こうに誰かいるし、あれ、ほんで。セーブするか、オッケー。あー、もう松明じゃねえ、あれがなくなってる。消えたで。なくなったで。もう俺、もう投げられない。一応、ツインズは3人倒したから、全然オッケーだと思う。おたんみはこっちいらっしゃい。セーブしといた。オッケー、行くぞ。発煙筒消えた。発煙筒がもうない。発煙筒がないのと、あとうわー、マジか。火炎瓶は一応まだ残ってた気がする。あー、ないのか。一応ね、火炎瓶は作れる。火炎瓶は作れる。あーでもどうなんだろう。
まあ瓶があるし布もあるし3個ぐらい作っとけ大丈夫かな。今どういう状況、今ね、ああいう状況です。あ、しまった、また俺何をやっとんじゃん、もう本当にバカなのかな同じミスを繰り返すんじゃないよ、もうもったいない火つけんの忘れんの、もうやめてほしい瓶投げただけ、瓶投げただけだった。また火つけんの、またもうもう火、もう自動的に火つけるようにしてほしい、このゲーム。はい、無駄にした、せっかくのライターじゃなくてライ、もう布もったいねえ、マジで。やばい、強い、しんどい。これがもう一匹いるんだよな。くっそ、マジでもったいねえ今の。いや、なんていうミスをしてしまったんだ俺は。これ近づいたらやられるよね、これね。これ思いっきり降ってくんだよ。オッケー、倒した。きっしょいな、ほんまこいつはきっしょいわ。まだ向こうにいるんだよね。これ3回攻撃したら好きできるね。気持ち悪いよね、あの真ん中のあのピロピロ感がだるい。あー、来た来た来た、また来た。これうまーくかわせないかな。よし、痛い。よし、倒した。きしょい。よし、倒した倒した倒した。オッケーオッケー、これでオッケー。いいね。ずっとガードで好きできるまで待機。あ、そっか、そういえば俺このゲームガードできるんだった。そうだった、俺一番最初ガードできるじゃんって言ってたのにすぐ忘れちゃう。ガードでもできんのかな、3回。1回やってみる。バイオっぽいの。痛い。ガードしてるんだけどガードできるの。あ、できるみたい。痛い。よし、倒した。うわ、間違えた。すっかりガードすんの忘れちゃう。オッケー、皮つけよう、皮つけよう。オッケー、よしよしよし、上々上々。やっぱこれ防御慢性やら、防御あってこそのゲームやな、これは。これどこでやってんだこれ。きしょすぎるよ、あのビチャビチャ感がね、しんどいですよ。ガードと火を、いやもう火炎瓶もうちょっと作っとく。これ場所こっちで合ってんの、これ方向音痴だからわかんない。ここで合ってんのかなこれ絶対こっちじゃないかな、どうなんでしょう。今何取れなかったの、今はなんか C4 かな、さっきの。あれこっちで合ってます、すいません、これどっちです、こっちですかね。あ、でもこっちっぽいな、これもこれがあるってことは。発煙筒だ、発煙筒とスタンガン、スタンガン、なんか最終ステ、最終ステージっぽいな。いや、これちっちゃいのめんどくさいね、これね、ちっちゃいの。あぶね、ちっちゃいのがめんどくさい、これ。これスタンガンがあるってことは、スタンガン俺持ってんの。お、よしよしよし、スラック弾、
多分ちっちゃいのはしゃがんで攻撃した方が早そう。こないださ、昨日か、昨日槍でつつこうとしたんだけど全然当たんなくて、横振りのその斧の方が多分効率がいいかなと思う所存でございました。飛び方がなんか風船が弾けての音飛び方するからやるよね。めんどくさいんです、めんどくさいんでさ、げ、また潜んのかこれ、また潜るみたい。マジか、なんか本当にこれ多分どうしよう、ラスボス、うわちょっとやばい、ちょっと待って、俺何も装備してない。あ、待って、これちょっと待って、一回装備がいちいち外れるのやめてほしい。これ一回グレネードで吹っ飛ばそうぜ、これ一回ちょっとグレネードで吹っ飛ばそう、一回グレネードで吹っ飛ばそうぜ。もう22時だよ。ちょっとこっち来てる、どうだ、やったか、なーに、なーに、くそ、これどこで、どこで生きてんだお前、おい、まだ生きてんのか、いや、痛い、ちょっとマジか、俺全滅したのかと思ってた。いや一応死んではいるのかこいつら、元気そうに走ってきた。ちょっとやめてよ、そんな元気よく走ってくんの。いやー、せっかくのグレードがもったいね。ピタピタピタって走ってきた。よし、なんとか勝った。元気よくタタタタタタッつって走ってきたの面白い。よしよしよし、元気、元気があっていいことだよほんとね。その代わり皮をもらうぜ。いや結構取られた、防御、これ防御のやつダメージめっちゃ入ったな。よし、さあもうこれだけ来たからもうさすがに来ねえだろね、さすがに来ないでしょ、これだけやってきたったら多分絶対来ないと思う。あ、ほら、なんかなんか見えるよ、げ、この子供たちがなんか向こうに見える、あれ研究所かな。研究所か、どっから来るんだお前、どっちから来る、お前か、お前か、どっちだお前か、お前が来るのか、来い、どっちだ、どっから飛んでくる、どっちが飛ぶんだ、俺が行っちゃうもんね。あ、よしもう来ないから、げ、まだいるのかお前ら、まだいるのか、なあお前、お呼びじゃねえよマジで、最悪、お呼びじゃないのがいる、でもこいつは隙が、待って、これもう一、最悪ですよ皆さん、これ二人いますよこれ、あ、スタックしてる、スタックしてる、いや、最悪、あ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 、うーわ、最悪、お前らにはこれをくれてやるぜ、受け取れ、
て。やべえ、食らった。やべえ、防御一気に消えた。俺の防ペタペタ防具全部消えた。まあでも失ったものはでかいが得たものも大きいはずだ。そう信じたい。これ邪魔だこれ。もう一匹どこ行った？あれ？どこに吹っ飛んだ？俺のペタペタ装備消えたで。あれ待って、もう一匹消えたか？うわあ。おー、あ、いた。防具どっか行ったけど、違う、今防具拾うわ。何にしてもここでこいつらで最後に会ってほしい。見ろ、一応回収済み。おし、なんとか。さあ、研究施設かな。ペチョペチョ防具、これしか回収できんかった。あっ、スタンガン、なんか音楽鳴ってる。あ、スコップだ。あ、スコップ取った。ショベルだ、ショベル。ショベル取った。ほら、すごい、ショベル取った。これ研究施設行けんのこれ。あれ、ちょっと待って、なんか大人の事情がある。これもしかしてこの先行けないんだけど、セーブしとく。せやな、これでも俺帰れるかな、これ。ショベルだね。セーブしたい。セーブするか。待って、セーブしたい。見えない壁の大人の事情があるみたいなとこは、うん、皆さん分かりますか、スコップ、これが何を意味をしてるか分かりますか、うん、これはですね、皆さん、こう戦争時代でも使っていたという伝説のスコップです。皆さん分かりますか、スコップは掘るだけではなく殺すこともできる。戦時中でよく兵士たちが使っていたらしいです。お墓も掘れますね、これで。このスコップでスコスコしてくるわ。これ根拠強いのかな、あの伝説のスコップです。帰れるかな、シャベルショベルスコップ。これ帰れる、これちゃんと。農民の武器ですよ、一応。農民はこれで戦ったと言われている伝説のスコップですよ。しかもマークリだぜ。スコスコ。てか、来た道戻れんの？いや、わかんねえ。あれ戻れんのか？だって戻れないでしょ？だって滑っちゃってるし。でもスコップ取ったのはちょっとでかいな。また戻るの？戻るしかねえ。戻らないと。まあでもあいつら全員倒してきたし、まあ敵が出てくることはねえだろ。なあ。これ掘れんの？これ。別の出口あんのか。ここで暮らせないや、こんなしみったれた場所。なんかこんな道あるよ、これ。何の音？なんかやべえやついる、これ。なんかやべえやついるよ。絶対倒せなさそうな敵の声がしてた、今。またリスポーンしたのかな。怖すぎ。でもなんか女の幽霊みたいな声してたよ。ばあちゃんいたよ。まあいかなる敵が出てこようとも、うわ、また来たか、お前ら。ほんとに、まあ、お前ら結局は防具でしかない。痛い。あー、どけどんだけ湧くねー。どんだけ来んのこいつら。こっち来ないで、危ねえ。ちょ、湧きすぎ。スタミナがないし、しかもこれ湧きすぎ。喉乾いてるらしい。やばい、ちょっと水飲みたい。水飲む時間をくれ、頼む。
やばい、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 勘弁して。スタミナがやばい、スタミナがダメってやだよ。ちょ、なんか食うもんないの、食いもん、食いもんないの、食いもんあったよな。やばいでしょ、どんだけ食うのこいつら。寝た方がいい、睡眠ないと。もしかしてこれ回復しないか。やべ、防御なくなった。また防具が、このペチャペチャ防具が。一回睡眠取った方がええか。睡眠の時間のあれないもんね、もうね。俺のペタペタ防具がなくなっちゃった。皮取って寝るか。そうっすか、皮取って寝よ。きっしょいの中ぐちぐちしてる。皮取って寝ますか。ここでここでここで寝るのもやだな。何時までやるの。とりあえず12時。お腹と空腹ゲージ低いとスタミナ少なくなる。とりあえずこれで全部か。多分これで全部じゃない。でも寝たらまた空腹になっちゃうよね。寝れるのかな。待って、寝れるか試してみる。寝れるかな、寝れるかな。あいつらを枕にして寝ようぜ。多分寝れるんじゃない。いたら多分こうなるんだよな。いるんだよな、どっかにな、これな。いるんだよ。どっかにいるよこれ。寝れないから。どっかにいるでこれ。多分近くて、近くて俺いるんだよこれ。どこだ、どこにいる。多分あいつら壁と一体化してんじゃね。寝れないの。敵がいると寝れないから。薬飲む？お薬飲んだ方がいいか。寝る前に薬飲んだ方が早そうだな。確かに薬まだあるから薬飲んじゃった方がいいかもしんない。エナジードリンクでも全然いける。あ、薬じゃないな、これなんだっけ。これエナジードリンクだっけ。あ、エナドリで回復できんのか。結構こんだけあるからちょっと2杯飲んじゃおうぜ。俺のストロングゼロ。オッケー、多分これでいけるはず。これでいけるはず。オッケーオッケー。もうあれ、わ、あれ回収しちゃおう。回収しちゃおう。もったいないから。で、どこにキャンプ立てたんだか分からなくなっちゃったみたいな。あったあったあった。オッケー、行きましょう。缶詰は今食べてない。なんかスナック菓子みたいなの食った。どこにできんのこれ、ちなみに。こっちかな。持てないときはね、ロープだけがやたら大量にあるんだよね。これどっちだ？ロープが持てないからロープは大量にあるんだと思う。これこっち？いるわ。こいつだ！こいつが詰まってるんだわ。寝なさい。ロープはね、例えばなんかクラップリングと、あとなんだっけ、ロープでいろいろ使えるよね。なんか弓とかじゃないのか。なんかいろいろ使えたはず。これこっちで合ってる。またさっきのさ、ロペロペ野郎が出てきた。どうしよう。ロペロペロロペロペロルル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 ル。こっちで合ってんのかこれ。本当にこれ潜ったらオッケーみたいなところあるな。待って、他なんかない。ここでなんか取るべきものってなんかないの。他にもうない感じ。あれ、研究施設のところじゃん。あれ戻ってる。あ、あれ戻ってきちゃってんなこれ。俺戻っちゃってるわ。
ここじゃなくてこっちだ。敵がいなかったらね、いやまた敵が湧くとまたそれがめんどくさいことになっちゃうんですよ。こっちだな、こっちのどっかに行くんだこれ。道がわかんないよね。いやほんと道がわからん。あれ戻ったらしい。こっちで合ってんのこれ。なんかぐるっと回ってない？でもこれぐるっと回ってるよね。マップが使えないからマップがわかんないんだよね。ここで多分何かとか行く道があるんじゃないかと思うんだけど、どうだろう。行き止まりじゃない？ほとんどこれ。それともここは行く必要がなかったのか、もしかして。電池が切れそう。潜った方がいいかな。もうここ用はない。これアイテムだけ、なんか重要なアイテムとかありそうだったけどないのこれ。ここもしかして何もない世界なのか。アイテム回収するだけの場所か。あ、待って、こっちになんかある。あったあった、なんかある、なんかある、なんかある。なんかありました、なんかありました、なんかある。これは缶詰、缶詰、ロープ。あ、缶詰持ったなったらこれ食っちゃおうぜ。これあれ、缶詰の開けた缶詰どこ行った。あれ捨てた、あれ食った、もしかして。これこれもしかして食った。まあまあ体力回復するんだねこれね、すごい。まあまあ体力回復する、これすごいね。缶詰って偉大だね。偉大なる缶詰。キャットフードですよ。当たり前じゃないですか、キャットフードですよ。これがペリグリーチャムに見えましたか。ワンチャンペリグリーチャムだったら牛乳かければなんとかなりそうだったけどね。残念ながらキャットフードなんですよ。キャットフードの食う量じゃねえけどな。見えへん。あ、電池が、電池が。これ多分ここもうなんもない、なんもないのか。これここはレーザーサイトって取った、俺今レーザーサイト取った、俺取ってたレーザーサイト。ここって何の意味があったんだ結局。ただのアイテムがある場所だけ、これレーザーサイトって。一回確認してみる。どれレーザーサイトって、そんなのあった、多分取ってない説ある。ないよね多分レーザーサイト持ってない、取ってないと思う。これ多分これ取ってないわ。この洞窟にある、もしかしてレーザーサイト取り忘れてる、もしかして取り忘れか。いいパッカンショーでしょ。パッカンショーってなんやねん。取り忘れてる、この洞窟にある。どこにあるんだろうこれ。こんだけ暗くて洞窟にあるのはちょっと難しいな。この洞窟にレーザーサイトとするとやっぱこの辺だよね。だってこれ、だってこの道入ったもん、なんか特殊なアイテムが入ってなかったんだもんね。でもこれ見た感じでももう全部取ってるっぽいからなさそうだけどね。もうね、アイテム、アイテムっていうアイテムは、パーカッションわかりますよ、私。私だって一応これでもね、音楽に関してはね、まあまあな点数だったんですよ。研究のとこに行ってみる。研究所のとこ一回戻るか。ここ多分もう探したけどなんもないよね。ロープしかねえや。オッケー、行こう。なかなかのいい点数だったんですよ。あんた、歌うまいね。あんたどこ出身だい。俺は広島育ち、広島生まれ、
広島のやつは大体友達。こっち？どう？ありそう？どうですか？ありそう？レーザーサイト。レーザーサイト、レーザーサイト。レーザーサイト、レーザーサイト。これ？開いてる、あ、開いてんな。ねえでやんすよ。そんなもんねえでやんすよ。めっちゃ双子がいたところの死体の照明のところ。めっちゃ双子がいたところの照明か。めっちゃ双子がいたところってどの辺だったっけ。ほとんど双子いたぞ。どの辺だ？めっちゃ双子がいたところにあった。めっちゃ双子。どの辺だったっけ？だいぶ前だよね。結構前？結構前だったよね、あれね。双子3匹ぐらいいたところ。だいぶ戻るよね、そうすると。俺取り忘れてたんか。あれももう敵いないと思うから、まあ、あと走って逃げるだけ、走っていくだけだから大丈夫じゃない？さあ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 、どの辺だ？めっちゃ双子がいたやつだからもっと前。ここは違うもんね。ここは双子がいた場所？じゃない。これはどの辺だか、双子ここじゃねえよな。ここはまた別だな。もうちょっと前かな。もうちょっと前。敵がもうね、ほとんど俺がね、あの、なぶり殺しにしたらね、もう全然敵出てきませんよ、これも。余裕のよっちゃん池ですよ、これ。なかなかどうしてよっちゃん池ですよ。この辺にレーザーサイト落っこってないかな。落っこってないか。皆殺すですよ。よっちゃんイカですよ。よっちゃんイカ。余裕のよっちゃんイカですよ。なに？なんかえぐいやついる。えぐいやつ。こんなやついた？ここじゃね、もしかしたら。ここっぽいよね、なんかね。ここっぽい。こん一番最初いたよね、こんなやつね。俺がそんな同じこと繰り返すと思うか？俺を舐めるんじゃね。俺がさ、そんなね、火をつけないでポンポン投げると思ったの。まったく、勘弁してくださいよ。俺がそんなヘマすると思う？俺が。どうだ、やったか。3本ぐらい無駄にしたんだけど、さすがに無理か。これはやっぱグレネードじゃなきゃ無理か。もうあと1本しかないな。さすがにグレネードじゃなきゃ無理か。これやっぱ槍でツンツンした方がいいかな。いや、多分効いてない。改めて見ると気持ち悪いな。これ多分爆発させた方がもしかしたら早いか。この子詰まってるから攻撃できない。ダメだね、これ爆発じゃないと無理かもしんない。爆発は芸術ですよ。はい、どうぞ。そこ爆発？やっぱり爆発じゃないと無理らしい、これは。綺麗な足がたくさん置いてありますけど、
あいつあんな美脚だった。どうだろう、いけるかな。まあ要は火炎弾、火炎、ね、火炎瓶無駄にしちゃいましたね。なかなかの美脚だったわ。火炎瓶無駄、あら、くそ、キッズどもがいるな。めんどくせえな。うわうわうわ、なんだこいつだ。大量にいるやん。大量にいるな。しんどいな、あの量は。ちょっともう一匹飛んできたけど、どこ行った？うわー、だるいな。一匹ずつ消費するのだるいぞこれ。死んだ？よし。で、まだいいのか。これちっちゃいからめんどくさいな。しかもこいつ攻撃するタイミングでやってくる。めんどくさいねこれね。まあ、なんとか立ち。どうだ、持ってるこれレーザーサイト。あ、持ってないな。レーザーサイト持ってないみたい。これ骨だわ。レーザーサイト持ってるやついないの？もしかしてこれ出口か？なんか出口っぽいなこれ。結構な広間。ってことはここじゃないのか。いやー、めんどくさいこいつら。めんどくさい。広間、ここは出口っぽいな。あー、出口っぽいね。ちょっと一回戻ろう。多分ここじゃないっぽい。レーザーサイトないとな。せっかくここに、もう俺もう二度と戻りたくないから。ここかなり広いところ。かなり広いところ。どこだろう。俺さすがにもう二度とここ戻りたくねえぞ俺。かなり広いところ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 。まだ戻るかなこれ。ここ多分分かりにくいから、ここも。なら、さっきんとこは違うって言ってた場所？さっきんとこは違う？まだもうちょっと戻る？これちょっと、あ、焚き火台、焚き火台とこ、焚き火。焚き火台とこ。オッケー。多分しばらく消えねえべ。なんていう頭のいいんだ。最高。どの辺だ？どの辺だ？あ、でもここだと、もう出口に着いちゃうから、関係ないの。ここじゃないさそうだね。やっぱさっきのところかな。さっきのところだな。やっぱさっきのところだわ。で、ここ眩しいな。ここら辺？やっぱこの辺じゃない？これ。この辺にレーザーサイト落っこってない？瓶だな、これ。瓶だね。可能性はあるけど、でもこれないよ、でも。ここレーザーサイトじゃなくて、懐中レッドのアタッチメントだった？なるほど。じゃあ帰ろう。火炎瓶作れる、また。よし、帰ろう。じゃあ、レーザーサイトはまた別な場所か。あれ、アタッチメント、確か取ったよね、俺ね。確か取ったはず。レーザーサイトのアタッチメント、確か取ったはず。どれだったっけ？違う。バッテリーのアタッチメントだったっけ？確かどっかで取ったな。
どうだったっけ。まあいいや、ピステルんとこ。ないよ。もしかして取ってない。懐中電灯のアタッチメント取ってない。取ってない俺。前川こいつ取ってない。実は取ってない説ある。でも俺今まで全部アイテムっていうアイテム取ってきたよな俺。なないよね。ないっぽい。手持ちライトだとバッテリーの概念もあるけど、アタッチメントの方はバッテリーいらないはず。アタッチメント、あ、じゃあ俺まだ取ってないってこと。アタッチメントでもあった方がいいよね。欲しいけど、でも俺でもこれどこにあるのか分かんないよ。でもなんか取ってなかった？これついてないのかな？もうついてんのかな？実はアタッチメントついてる。アタッチメント欲しいな。今バッテリー使ってるもんね今ね。マジか。どうしよう、どこら辺にあるんだろう。どこら辺にあるんだろうな。それはちょっと欲しいんだよね。スリングショットの隣にないと。ない。もはやこれどこであるかも分かんないもんね。諦めるか素直に。ここはまた後で来る。後で来るっていうか、まあ俺がこう裏でやろうかこれ。裏で。いやでもそれもやだな。だってないんだよな。だってないんだもん。ないから無理だ。双子兄弟を爆破したところ。双子兄弟を爆破したところ。双子兄弟を爆発したところ。双子兄弟を爆破させた場所。アタッチメント探しで。あと30分か。この辺じゃない？双子兄弟爆発させたとこって。ここだよね確か。俺2人を確か一気に爆発させたよねここら辺で。ここら辺にあるかな。あるかしら。一緒に爆発させた。そう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 、そこここら辺じゃなかった。研究所の前。いやあれは違うと思う。あれは研究所の前。消防士のとこに、死体のとこにあるって言うけど、消防士が見当たらないんだよな。消防士が見当たらないのよ。消防士さっき2人組のやつだよね。あれでも間違えて、なんか薬飲んじゃった。これじゃないのもんね。消防士やっぱいないよね。消防士いないから、やっぱり取った。やっぱないわ。ない見てバグってんのかな。もしかして再度もう一回部屋に入ったら。あった、懐中電灯のアタッチメント取った。取った。取ります。今取った。これ何と何を融合させんのこれ。取った。これなんだ、これ何と何を融合させんの。取れた。なんだこれ、何と何を融合させてんのこれ。レールとピストル。あ、レールとピストルをまず最初に銃につける。はいはいはい。これとこれをこうで、これとこれをこう。あ、これがそうなんだ。
ほんとだ。2倍ライト。じゃあこれで懐中電灯がいらなくなるんだね。そしたらちょっと、なんでそっちに持つの。なるほど、これで懐中電灯がいらなくなるんだ。待って、でもこれライトあるのは別に結構なんだけどさ、ちょ、こっちにライト持つのやめよう。うん、そっちはちょっとライターにしよう。そっちライターにしよう。この人はさ、左手でライターを、あ、左手にこう、なんて言うんだろう、左手にねえ、待って、これでも帰り道わかんねえ、帰り道わかんねえ、これどっち帰り道、こっち見やすいか見にくいかっつったら、ちょっと若干見にくい見やすいかどうかって言われた人、若干見にくいんだよな。しかも間違えて銃ぶっ放しそうで怖え、これ。いや、よかった、俺これ明かりつけといて、ここで明かりつけといてよかった。そう、光の幅がちょっと狭いね、確かに。そこなんだよね。まあ、ないよりはマシか、バッテリー消費するよりはまあマシかなって感じ。早くパッパと外出ようぜ。これパッパッと外出よう。無駄落ちしそうで怖いもん、なんかぶっ放しそうで怖いわ、マジで。一回とりあえず出よう。焚き火でもあってよかった。で、次お墓んとこ行こうぜ。お墓んところ、墓んとこだよね。違うな、どこだ、あれだ、なんだっけ、あそこ、なんか地下を掘るような場所あった。地下掘るような場所、なんか行ったけど、なんか全然、なんかメーター反応してるけど反応しなかった場所。これ出れるんじゃない、外に。シャバだ。風強え。シャバに着いたぞ、みんな。お墓だっけ、お墓もそうなんだけど、ちょっと待って、シャバに着いた。シャバラビラビラビー。ちょっとお墓掘りたい、お墓掘ろ。ちょっと待って、一回水飲まして。シャバダバシャバダバー、ピッツダビッツフルシャバダバシャバダバ、ちょっと古すぎる。ちょっと待って、どっちだ、セーブもしたい。この近くだと、このまっすぐ行ったらいける。なんだそれ、お墓掘りだ、しよう、お墓掘りだ懐かしいうっすら聞いたよな風が強いんじゃ、風が強いんじゃ。風の中のスバル、風のリアルだ。風がうるせえ、風がめちゃくちゃうるせえ、風がめちゃんこちゃこちゃこじゃりんこちえ。マジで元気もりもり森本レオ。あ、ぼっちこんばんは。風が強すぎワロチ。この辺の木が全部杉の木だったら死ぬ。確かに花粉持ちにはだいぶしんどいで、これ水分補給した、さっき水分補給した。全体的に来る。今ちょっと今向かってるから、お墓のところに。ちょっと待って、みんな今お墓向かってるから。横浜とか江ノ島とかいつも風が強いの。オープレー、あ、めぐたまこつ、あ、水筒は水入れてる。あ、危なかった。あともう少しでくたばるとこだったぜ。この辺にあれか、こっちか。セーブなしで行くの。いや、まあセーブしたいんだけど、なんか勝手に体が行くんだよ。どうしよう。転落死は大丈夫です、大丈夫、いける。なんか勝手に体が行っちゃうんで、これどうすればいい、誰か止めてくれ俺を。なんかウキウキしてる俺は今。俺今ウキウキしてるんだ。なんかこういう冒険心に今くすぐられてる心が。せっかち
ユーノー君が近くに今左側にいるのかな。勝手に今行ってるんで、どうしようこれ。そう、勝手に今向かってるんだよ、勝手に体がなんかね、はそわそわしてる今。そわ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 する。そこで死んだら洞窟に逆戻りですか。ケルビンの刑ってこと。死ぬなよ。大丈夫だって、俺が今までこんな感じで死んだことあるかね。やめてくり、やみちくり、やみち、あ、やばい、ちょっと住人、いや森の住民たち囲まれてるやばい、ちょ、やっぱどっかセーブしたい。ちょ待って、どっかセーブしたいな。あぶねえ、なんかすごいいろんなものが、あ、ちょっとセーブできるポイントがどっかに、あ、この辺でしましょうセーブ。あ、やっぱあっちに行こう。あっちに行きましょう。アタッチモンド取ってからセーブして、じゃあどっかセーブする、なんか開けた場所行こう。開けた場所、どっか開けた場所行きましょう。この辺多分、あ、この辺ちょっと開けた場所行けそうじゃない。どうすかこの辺、ほらもうちょっと行ったら開けてる場所に、あ、ついた、この辺どうすか、この辺、この辺どうすか、この辺、この辺にしましょう。この辺でキャンプしよう。よし、よし、あーし、よしよしよし、せぶりました、せぶりました、もう安心です、安心せいめい。よし、よかった、危ねえ、安心、これで安心、俺も安心、みんなが一番安心してるからね。こいつすぐフラッグ回収するからなと思ってるから、ほんとやだ。ユーノー君は生きてるはずだ、あの青いマークってるからね。あの青い空のように澄み切った子供たちのように歩いた果てしない大空、澄み切った横浜のように空、ここだまるだよ、こっちなかなか字が余りまくってる。ここは、ここってあれじゃない？あのサイコロステーキがあった場所か。もうちょっと先だ。それ男性パン、は、それ俺墓掘りたくてうずうずしとるんじゃ。ここじゃないみたい。ここ間違えた。早くあの紫のところに向かわなきゃ。墓掘りたくてうずうずしとるで。Now。お、やべえ、あと10分しかあらへんがな。その気持ちわかる。早くみたい。ね。墓の下に何があるのか、ちょっと、埋蔵金かな？俺は一攫千金狙えるんじゃね？墓掘りたくなるってこと、相当妄想存在じゃないのか。お墓掘りだ。化石掘りだならぬ。果たしてお墓は掘れるんでしょうか？さあさあさあ、楽しみですよ。来た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 、これやべえやべえ、住民たちがいる、ここやばいやばいやばい、住民たちがいる。埋蔵金、何入ってんだろうな。ショットガンとか出てこねえかな。ね、なんかショットガンとか出てきてほしいよね。このゲーム最強のショットガンって言われてるものがあるらしい。近いぞ、そろそろ来るぞ、目的の場所に前に着いたぞ俺。よし、もうそそで着く。何が出るかな、何が出るかな。着いた。あれ、なんか人が住んでる、もしかしてこれ。Thank you.
アマミおやすみなさい。寝るの？もうせっかく掘るのに。げっ、住民がいるな。この辺なのに人がいる。セブロ、怖い。一回セブロ、ちょうどキャンプあるし。墓掘り見よう。こいつら殻つけないとどうやら掘らしてくれない、くれなさそうやな、これ。近い近い近いよ近いよ。この辺か？お墓があったはず。これだ！見つけた！ここや。掘るぞ。もっとキビキビ掘らんかい。掘ってんのかこれ。じゃあ誰かほうき持ってきて。ほうき、誰かほうき持ってきて。ちょ、片手で掘らないと。両手使いなさい、両手を。やばいやばい、早く。くそ、これちゃんと掘れてんのか。掘れてんのか。あ、骨出てきた。骨出てきた。あら、コイン、なんか金出てきた。金と骨が。一応掘れてはいる。何？なんだ？ショットガン取った！ほら！すげえ！やった！ショットガンだ！これ何回か見逃したら、そうだね、ちょ、これ、やった！ショットガンだ！これは強い！ほんとにショットガンあった！やった！ショットガンだ！よっしゃ、次の場所行くぞ、次！まだ時間あるから全然次行こう、次。次行きましょう、次。ショットガンは強い。セーブする？あ、セーブ、ちょっと待って、セーブする場所ここら辺でキャンプタグは。そうだった、セーブしなきゃ。俺またショットガン掘らなきゃいけないんちゃう。このまま五輪中のはちょっと勘弁してほしい。 OKOKOK、 このまま五輪中はマジ勘弁してほしい。よし、あと飯も食わなきゃいけない。そうだった。いや、ショットガン強いわ。オッケー、飯食おう。飯、缶、今日のご飯は缶詰です。無駄、玉を無駄遣い、無駄遣いしないよね。あとどうだっけ、あのなんかお墓が、お墓じゃないとこ。よし、これなんか調子、こうか、なんかどこだっけ、あのあれ、あそこのとこ、どこだったっけ、あそこ、ね、なんか、これ、これマルチシついてるところかな。なんか伝われ、伝わってみんな。ゴルフカートが2台並んでた場所、あっこ。あとなんか開けた場所に、開けた場所になんかお墓が2個か3個ぐらい立ってるとこ。伝わった？わかんない？ちょっと地面の色が違うとこ、なんかゴーカートが2つぐらい並んでた場所、なんかヘルメットがあった場所。わかんない？行けばわかる。まあ、それはそう、行けばわかる。
いろいろ掘ります。いろいろ掘らせていただきます。あったよね、なんか俺ここなん、ここ入るとこないじゃんっつってた場所。お前を待ってた。よし、お前着替え持ってきたぞ。よし、これで動きやすくなったんじゃない、これ。ケルビンくんです。すごい動きやすそうな格好してますけどうちのケルビンくんです。すんごく動きやすそうな格好してますよ。似合うでしょ。彼も心なしか動きやすくなって喜んでるんじゃないかな。この辺だったかな、この辺じゃない、これあれだ、洞窟だ。この洞窟関係ねえな。そうすると洞窟があったんだ。このこっち行ってみるか。夜になったら寝なきゃいけない。そう、ほぼほぼこれ移動どうしよう。今日何時までやるかな。ちょっとその場所だけ掘りたいね。そこだけ掘りたいな。その場所すごい掘りたい。ちょっとショットガン取ったのは大きだったけど、スコップとショットガン取ったのはだいぶでかいな。掘り終わるまでってもう多分1時もなっちゃうよ。1時移動が大変で、そこ掘ったら終わろうぜ。俺ちょっとそこがちょっと掘りたくて掘りたくて、多分明日できないからさ、次やるとしたらもう水曜日こうになっちゃうから、ちょっとそこだけ掘りたい。その場所だけどうしても掘りたい。その場所だけ掘りたいんだよね。今週中に終わるかな、ストーリーモード。多分本当がっつり。いやでもこれ、このゲーム終わったら次またやらなきゃいけないホラーゲームまだ全然あるからさ。あの今日発売された日本人形のホラーゲームもあるし、そうまだあのあれエジプトのカゲロウのゲームもまだあるし、そうこれ終わったら終わったで次やらなきゃいけないホラーゲームまだ全然あるからさ。しこたま溜まっとるんじゃしこたま溜まっとるんじゃ。毎日やったら終わるかな。溜まりまくってるよ。俺も掘りたくて掘りたくて。掘らせろ。大忙しですよ。で、ゼロも出るでしょ？新作のゼロも。そしたらゼロもまたシャープ1、シャープ2が始まるからさ。だいぶ溜めたよ、あれ。フォレスト面白い？でもね、フォレストもまだやり方、まだそのエンディングがどうやら3つぐらいあるらしくて、このゲーム。だからエンディングも回収しなきゃいけないっていうこともあると、やっぱ今週の日曜日で大体終わるかなって感じかな。そう、なんか3つぐらいあるらしい。なんかシークレットエンディングとかもあるみたいだよ。着いた。ここじゃない、ほらここだ。あった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 。よしよしよし、寝るぞ、今夜は寝るぞ。あったあった、ここだ。エンディング分岐あるみたいだよ。ここですよ、ここ掘ったら。あ、ちょうどいい感じ、時間もいいね。よし、ここで一回寝て、睡眠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 。何？俺に寝ることは許されないのかこれ。いいや、俺にはエナジードリンク、もうあれ、俺もモンスターエナジー飲むもうモンスター飲むから今。おら、さあ掘るぞ掘るぞ。モンスター飲みました。多分これだよね、ここ。多分ここ何があるんだろう。何があるんだここは。何があるんだ、おい、何が入ってるんだこの中に。ワクワク、朝からモンスター飲むつもりだったの。俺も正直明日朝飲むモンスター飲むんだけど、リアルでモンスター飲む。何があるんだ何があるんだ。お、ここ硬いな。あ、なんか白いの出てきた。ほら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 、なんか出てきた。
なんか出てきた。なんだこれ、何が出てきてるの、これ、これ何が出てきた、なんか出てきたよね、ハッチが出てきてない、ハッチ、なんかハッチ出てきたよね、ほらシェルターか、シェルターだ、これシェルターだよ絶対、これあ、シェルターだね、これシェルターほっとるで、これもう開けそうだけど、まだまだ掘るまだ掘るの、いやもうどんだけこん中に土詰まっとるんじゃん開かない、あ開きそう、メンテナンスルーム、おお、メンテナンスルームだって、メンテナンスルーム来た、待ってこれセーブした方がいいかな、大丈夫かな、一応一回ちょっと様子見に行っていい、一回様子見に行くわ、敵いないと思うんだけど、多分こういうとこメンテナンス A になってた、 ルンバいるよ、ルンバ、敵いないかな、敵がいなかったらそのままちょっとパクるだけパク、多分カードキーありそうじゃない、カードキー、カードキーありそう、いや待て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 、いた、奥にいた、奥にいる、奥にいる、なんか奥にいる、か一回戻ろう、一回戻ろう、今奥にいた今一回戻ろう、一回セーブしよう、え12時だけど大丈夫これ、終わっとく、ここら辺で、それとも進む、どうしようか、奥に全然いたけど、これ寝れるかな、終わっとく、今めちゃくちゃちょうどいいけど、どっちでも、どうしようか、終わるんだったらここで終わるけど、その代わり水曜日になっちゃうよ、次続きやるの、終わるじゃん、この辺にしとく、12時だしね、それにしても明日あれか、明日火曜日か、じゃあ次にしようか、じゃあ次回はこのハッチの中を探索するみたいな、多分絶対カードキーあると思うんだよ、こん中カードキー取ったらもう研究所行けるね、もう銃も、いやショットガン取れたのが一番強い、ショットガン取れたのが一番強いわ、じゃあこれで終わっとくか、じゃあ、うん、進んだ、お眠になってきたでしょ、じゃあ皆さん終わります、じゃあよかったら高評価のボタンだけ押しといてくれたら、いやーいいね、やっと進展進んだわ、よかったよかった、次回がね、次回めっちゃ楽しみやで、俺も楽しみにしとこう、これは楽しみや、明日はね、建築するコラボがあるんで、明日はね、あ、押した、あ、ありがとうありがとう、ゆうのうくんがね、ちなみにゆうのうくんが、あ、銃のアタッチメントってショットガンにももしかしたら、じゃあ光がつけられるってことか、いやー明日は9時で、こっちで合ってる、あ、ありがとう、みんな押してくれてありがとう、明日は9時でこっちにみんな呼んどくわ、3人とも YouTube だね、建築コラボします、俺が教えます、俺がやつらに建築というものは何かっていうのを叩き込みに
叩き込みます俺が、任して。あ、いや明日は向こうでツイキャスで7時からアヒルを眺めてからこっちに来るかな。そう、お礼様が教えてやるって言うんだぜ。丸太投げ、いやいや、もう先輩なんでね俺は。ここでもうこれは俺もうこのゲームはね、もうあれだから、もう俺プロだからね、やっぱプロが素人に教えてやるって話よ。あがして、もう手取り足取りもう教えちゃう、うん、ツイキャスでやるアヒルさんはコラボじゃなくて、ツイキャスでやるアヒルさんは雑談やってから9時になってこっちに集まってみんなで建築するっていう感じですよ。うん、まあ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 明日とりあえずほら、いろんな人いますから。よっしゃ、じゃあ終わろう。じゃあお疲れみんな。ゆっくり寝て、寝てもろて。おやすみなさい。強っ！こいつはすげえ武器だ。いいものを拾ったぜ。よし、終わろう。お得シーズンは、あ、終わりよもう。また続きは水曜日だね。続きは水曜日で。ゆっくり休んでもろって。よっしゃ、終わるか。そうそうそう、終わる終わる。じゃあ、おやすみなさい、皆さん。また明日、この続きは水曜日やるんで。で、明日はコラボなんで。明日は建築だけするんでね。じゃあ、終わりまーす。お疲れ様でーす。ゆっくり休んで、また明日ね。おつおつー。あ、よかったら高評価ボタンだけポチって寝てくれたら。おやす。